大岩トゥあなたは信じる島谷コロナウト自然接触をかけるどうも小雪です。今日はね、ちょっととんでもないことが分かってしまったんですよね。どうもトイレです。いつもと入りが違いますけど、何が分かってしまったんですか？いやこれね、宇宙人に関することなんですけど、古代エジプトは宇宙人によって支配されていたんですよね。モルダ、あなた疲れてるのよ。いやいや、この間はちょっと間違って空飛ぶピラミッドの回を紹介したもんだけど、無視されてもんだ、うん、どういうことかと言いますと、はい、古代エジプト文明に残る宇宙人の痕跡がね、分かったんよ。いや、そんなまさか。実際世界的な宇宙考古学者のジョルジョ・ツォッカロス氏も、うん、次のようにちょっと聞き取らないと思う。ジョルジョ・ツォッカロス氏もツォッカロス氏も言ってるよ。エジプト文明は他に類を見ないほど高度に発展した文明だと。その前まで人類は洞窟に住んで狩りをして暮らしていたのに、人々は急に巨大な建造物を作り洗練されている社会が生まれたと。そんなことあり得るのかと。まあ、実際エジプトで農業が始まったのは紀元前5000年ぐらい前から7000年ぐらい前に起こってくれとって。でエジプト全土の広大な土地を支配する王朝が生まれたのは紀元前4000から3000年前と。こんなに早い間に大規模な王朝が生まれたってのは世界でもエジプトだけなんですよ。それまで狩猟採集を中心に生活していた人たちが急に農業を始めて、でさらには高度な研究技術もしくは数学などを用いてピラミッドを作ったりだとか、まあ、いろんなものを作ったりするっていうのは歴史上かなり違和感があるんですよね。あるよね。それまでそんなね、洞窟とかに住んでて狩りしてて急にピラミッド作れるって話よな。そうなんよ、うん、でピラミッドとかいうのはその太陽の動きとか、だから冬至とか夏至とかも全部分かってるぜみたいな。そうサイズとか、ね、向きとかもちゃんと合ってるんだよな。なんなら光の速度すら分かってたんじゃないのかって言われてるんですけど、これはですね、本当に未来人が来て作ったんじゃないのかって言われてるんですけど、はいはいはい、ちゃうんよ。宇宙人なんですよ。違う、はい、まあ、実際多くの UFO 研究者、まあ、僕もですけど主張するように古代エジプト文明は宇宙人の力を借りて作られたんですよね。大学も主張してるの？してます。小安田ではその説を推してるんですけど、今日はその証拠を5つ持ってきました。なんか昨日あれやな、俺あの南極大陸でも同じことやったけど、今日エジプトまで行って寒いところからなんか暖かい。そうそう、カチカチ南極からあちあちエジプトなわけなんですけど、はいはい、まあ、今日はですね、このエジプトの王って言ったらファラオかな。そう、ファラオじゃないですか、うん、このファラオ裏で宇宙人に操られてました。嘘だー。いや、ほんま、どういうことよ。エジプトをその時統治してたのは、うん、アクエン・アテンって呼ばれるファラオなんやけども、はいはいはい、彼はエジプトの歴史上最も神秘的なファラオや言われてるんよ。ああ、そう。そのアクエン・アテンはですね、このエジプト王朝の第18代ファラオだったわけなんですけども、あの有名なツタンカーメン王の父でもあるんですよね。そうなんよ。そう、で、まあ、実際この18という数字はかなりパワーを持ってる数字なんで。何の数字言うてもパワーある言うやん。いやいや、考えて1たす8は9やし、あの17っていうパワーある数字プラス1された数字やし、もうかなりね、パワーある。なんで足したんじゃ、最初から19でいいやん。で、まあ、彼の行動は多くの謎に包まれていて、エジプト学者からはエイリアンファラオという言葉に言われてるんですよ。あ、そう。その証拠写真がこちら。だってあなたの感想ですよね。ちょっとひろゆきさんに似てるなんて、確かに。怒られてるでしょ、あんたやろ。じゃあほんま、よくないよ、ほんまに。エイリアンファラオ言われてるんやけど、注目してほしいのはですね、その顔じゃないよ。さらに、この奥さんの写真も先見るね。はい、はい、この奥さん、これ。おー、はいはいはい、はい。ワンピースのビビンのお母さんの名前のモデルになってる。ネフェルタルティティのモデルになったネフェルティティさんなんやけど、はいはい、まあ、ひろゆきさんの、まあ、彼女というか、奥さんというか、うん、まあ、そういう感じの方なんですけども。ひろゆきさん、ほんまに良くないよ、そういうの。このね、アクエンアテンのこの骨格見てほしいんやけど、不自然に頭が長い。あ、ちょっと、昨日やったわ、それ、ほんま。昨日やったんすか？いやいや、これは、宇宙人の証拠なんですよ。前編後編なんや、今日。ほんま。え、どういうこと？いやいや、これも明らかに人間の頭蓋骨こちらなんやけど、比較して明らかに長いやん。いや、長い長い、長い。これやばいね。うん。でもこれ考えたら、もう明らかに人間じゃないなってことがわかるんですよね。はいはいはい。さらにはこちらのアクエンアテンを、まあ、家族を表す石板があるんですが、はい、見てください、この石板、うん、明らかに怪しい点がありますよね。そう、この子供見て、宇宙人としか思えない。ちょっといやいやいや、もうこの頭の長い感じ、もうこれもうグレイだ。そうなのかな、うん、もうグレイアゲインよ。は、はい、まあ、というわけでもう人間の子供じゃないと。でさらに怪しいのがね、この情報だけじゃないんですよ。なんですか？
エイリアンファラオと言われるもう一つの理由があって、まだ理由ある。そう、アクエンアテンが行ったですね、宗教改革というのがあるんですけど。宗教改革。そう、もともとエジプトというのは、まあ、多神教の国やったわけなんですよ。ああ、そうなんだ。でもね、もうそれを放棄、太陽神、アトン神の崇拝を中心として、いわゆる一神教の宗教を作ったんですよ。ああ、でも統一されてくる、ね、そう。でもちょっとカルト的やとも言われてるんですよ。ああ、そう、うん、で、このアトン神はですね、万物の創造性、全てを作った太陽神は言われとって、うん、この太陽神アトンは円盤状の飛行物体に乗って月から地球へやってきたらしい。うん、もう UFO だな。 UFO、 そして見てください、皆さん、この石板の上、円盤が描かれてるんですね。おー、ちゃんとね、あのボールチェーンつけるような開いてるやつだね。持ち運びとかいろいろあると思うから。でこの円盤っぽいのは人も乗ってるし。ちょっと突っ込んでいただいていいですかね。アクキーカー言うて、アクキーカー悲しいあ、ボールチェーンってこれね、全然高度な文面持ってませんよ。まあまあ、ボールチェーンもつけれますよ、この石板は。安心してください古代の宇宙人なんで、はい。まあ、ということで、まあ、このまさに UFO のことを指してるんじゃないのかっていうことを、まあ、考えてる人におるわけないけど、はい、実はこのアトン神についてアクエンアテンは次のように語ってるんですよね、うん、この世に神は一つしかいない、それが私の父だ、そして私は彼と昼も夜も交信することができると。あれ、この発言はアクエンアテンは実は宇宙人であることを指していて、エジプトを実質的に支配していたのは宇宙人なんじゃないのかって言われるようになったんですよ。なるほど。で、実際当時のエジプトは、まあ、内政がかなり混乱していたってことで知られてるんで、まあ、その裏には宇宙人の介入があったんじゃないのかとか言われてるんですよね。この戦争を終わらせに来てくれてるんですよ。そうです。で、実際ですね、まあ、UFO が存在した証拠もありまして、それがプリパピルス。おお、まあ、パピルスって紙なんですけど、うんうん、エジプトのファラオと宇宙人にもつながりがあったことがこの絵からも明らかなんですよね。皆さん読みますか。ちょっと読めないから分からへんの。あ、そうですか。まあ、じゃあこれ特別に今日僕が読みますよ。読める。読みます。紀元前1482年の冬の朝、当時ファラオとしてエジプトを治めていたトトメス3世が火に包まれた円盤状の謎の飛行物体を目撃したということだそうです。いや、めちゃめちゃ今読んでるけど、日本語の原稿を、まあ、これバチカン博物館のディレクターを務めるアルベルト・トゥーリ氏がね、解明してくれたんですよ、ね、あ、そう、はい、ありがとうございます。賢いやってくれた。そう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 、まあ、証明する徹底的な証拠が記されてるらしいと、うん、でもこの UFO と考えられる謎の飛行物体は、まあ、いくつも出現して急に去っていくと。怖っ。そう、で、まあ、UFO 研究家の権威であるゼカリア・シッチン氏ね、出た、出ました、ゼカリアさんなんですけど、このトトメス3世は当時現れた UFO の一つに乗り込んでいったってことも言ってるんですよ。一つに乗っていった。そう、でこのトゥーリパピルスは、まあ、とても古い資料なんで、 UFO などの概念が一般的には認知される前に作られたものなんですね。へえ。そう、ということはこのパピルスが語る UFO の出現は非常に信憑性が高いことになるんですよ。なるほどなるほど。そう、一番最初にそういうのがあったよってことを言ってくれてるから、うん、はいはい。で、まあ、現代でもこのアメリカ大統領とか世界的な重要人物はこのピラミッドの中で宇宙人と密会を行っているということを言われてるんですよね。ピラミッドの中でいかんでいいやん、別にそんな。いやいや、中で密会するんだよ、あるんよその写真。ま、どっから持ってきたこの写真、ほんま。また僕どっかで素材集買ったん。いやいや、これは言われてるんよ。なんかうちだからね、フォトショー職人とかなんか雇ってんのかな。雇って、雇って、雇って。あ、ほんま、いかがわしい写真めっちゃ出てくるの最近、ほんまに。いやいやいや、ほんまかみたいな。いやいや、都市伝説ってこういうもんやから。そう。うん、まあ。というわけで、まあ、エジプトのね、ファラオたちも密かに宇宙人と交流してましたよ。はい。そこでですね、皆さん、やっぱね、国を牛耳るってことはね、うん、まあ、金を牛耳るってことは、もうロスチャイルドが教えてくれてるじゃないですか。そう、そうなんですか。そう、まあ、中央銀行を握ったりとか。あ、まあ、でも通貨発行権を手にしたものが、まあ、牛耳れるっていうことで、ね。そうそう、うん。でもロスチャイルドも、なぜそんなことを突然思いついたのか。あ、確かに誰から教えてもらったよな、そう、うん。それは、宇宙からの知恵だったってことが言われてるんですよね。こうやったら、ちょっと牛耳れるからやっていった方がいいで、みたいな。そう。言ってほしかった。彼らも学んだんですよ、宇宙人から。はい、でまあ、世界中で発行されてるコインとか、うん、このお札には必ずと言っていいほど、まあ、重要な人物書かれてるじゃないですか。うん、書かれてるよね。まあ、今度の日本のお札、うん、A ちゃんとかになったりするやん。 A ちゃん、うん、渋沢 A1。 ああ、野口英世の A って言ってるのか。ああ、まあ、それも A ちゃんやね。まあ、ゆきちゃんとかね、うん、まあ、いろんな人になってるわけないけど、はい。まあ、また世界中でもこの尊敬されてる人を、まあ、コインやお札に書くっていうのはまあよくある文化で、うん、そうそうやな、うん、そう、まあ、エジプト人も同じようなことをしてるわけなんですよ、うん、それがこれ。これは宇宙人。これは宇宙人や。これどこのコイン。
これエジプト。へえ、そう。これエジプトの現地住民が家のリフォームしてる時に偶然見つけたんやって。リフォーム、うん、え、じゃあ今は使われてないけど昔はこうやったよってこと？そうよ。古銭？古銭。じゃあもっとたくさん出てくんじゃんこれ。そう、これもっといっぱいあると思う。うん、もうグレイの姿の宇宙人が描かれてるんですよ。これは宇宙人やな。そうだ、宇宙人がコインの作り方を教えてくれたんよ。うん、コインが作られた世界から年代不明なんやけど、まあ明らかに古いなと。うん、で、さらに1680年に発見されたコインにも、はい、見てください。この明らかに UFO と思われるようなもの。こういうお菓子あるよね。中にちょっと白いクリーム挟んであるなんか。あ、ありますあります。うん、パラオみたいな名前だろうな、そこと。パラオ、うん、ある意味。まあ、あるということで。まあ、出てるかな、はい、今ね。はい。はい。まあ、というわけで、うん、まあ、このコインには、やってくる時がいずれ来るってことは言うてるんで。こう、なんか意味深いな。そう。まあ、宇宙人がいずれ地球にやってくるってことを説明してるんですよね。まあ、で実際、これは1680年にいずれって言ってるんで、うん、まあ、今の世界、このレプティリアンと言われる人たちがですね、うん、まあ、地球上に潜入してるんで。うん、うん、まあ、人間と同じような姿、形してるって言うけどね。まあ、エジプトだけでなく、まあ、イギリスのあの女王とかもそうなんじゃないかってことが言われてますね。はいはい、宇宙船の古代人。まあ、宇宙人と古代人の関係を示す証拠はまだあるんですよ。まだあるんですか。そう、うん。なんと宇宙人が古代エジプト文明に大きな影響を与えたように、うん、古代エジプト人も宇宙人の文明の大きな痕跡を残してるんですよ。何ですか。彼らは共に学び合ったんですね。その証拠が宇宙船に刻まれているヒエログリフ。おお、文字、これ文字よ、ヒエログリフやから。これね、みんな知ってるやろ、ロズウェル事件。うん、そう、有名やね。あの UFO 落ちて宇宙人見つけてかくまって分解したやつ。かくまったのに分解したやつってアメリカ軍がね、やったんやけど、まあ、まだ高いから、宇宙人も死んでるから。つぶれ入ってしまいました。はい。別の UFO 事件、まあ皆さん知ってますかね。レンデルシャムの森の事件っていうのがあるんですけど、まあ、これもですね、目撃者の中にヒエログリフの存在を見たってものがいるんですよ。書かれてたんだ。書かれてます。へぇ、まあ、多分、祈りのようなもんなんでしょう。うん、まあ、だから祈り、安全運転できますようにみたいな。船とかでも多分書くやん。うん、うん。同じ祈り。まあ、ということで、まあ、実際そういうヒエログリフが見つかってると。うん、でも、まあ、驚くべきことに、1947年この起きたロズウェル事件と1980年に起きたレンデルシャムの森の事件ではヒエログリフは同一のものやったことが言われてるんですよ。嘘でしょ。だって年代そんな遠くもないけども場所も違うし、知らんやん多分お互いに。いや、そうなんよ。現代ではこの使われてない文字ヒエログリフがなぜ宇宙船から見つかったのか、うん、その真相を僕は考えてみました。まあ、なぜ33年月を隔ててこの2つのところから出てきたかというと、うん、古代エジプト人と宇宙人の交流が進んだことで地球人と宇宙人の子供が生まれたんじゃないかと。あ、なるほど。両者の間に文化が交わる瞬間ですね。まあ、だからレプティリアンがこうやって生まれていくっていう話だね。じゃあ最後なんやけど、古代遺物というのもあるんです。古代遺物隠されてるんですよ。ではなぜこの古代エジプト人と宇宙人は深い関係を持ってたのに、宇宙人の証拠となるものはこんなにないのかっていうことがみんな思ってると思うんですよ。知りたい。そう、実は古代エジプト人と宇宙人の関係性を証明する決定的な証拠は時の権力者によって隠されてしまってるんですね。誰だ。それがね、当時エジプト教で、当時、それがですね、当時のエジプト学で有名な研究者だったとんでもないミスを犯したから今大丈夫ですか。ウィリアム・ペトリー教なんやな。ちょっと教がね、上に入っちゃったね。そうそう、ちょっと間違えちゃった。エジプト教って何やんな。信仰宗教作ったはんから。自分で作ってるやん。そうそう。で、これがですね、エルサレムにある旧家で、まあ、発見されたといわれる、まあ、古代の遺物やったわけなんですよ。またね、それもエルサレムってまたね、そう。えらいとこ見つかったね。見て、この木箱。え、アークやん。え、そうよ。マジで。この木箱、中身公表されてません。この遺物は地球の外に起源があるとされてまして、うんうん、中には地球外生命体のものだとされる2体のミイラが入ってた。それ全く同じ話あれやで、あのインディ・ジョーンズ、あの、ポーかな、クリスタルスカルの王国の冒頭で見たで、これ。そう、インディ・ジョーンズの主人公わかる？はい。トム。ジョーンズ言うとるやん。なんでトムってどっから出てきたやん。でジョーンズ博士がとあるとこが始まるんやけど、それエリア51から始まる。UFO やん。そうで、その時に木箱の中にっていうことなんですけど、そう、クリスマスから。まあ、でもこれをモデルにしたんじゃないですか。そういや、結構参考にして作ってる気はするな、見ると、はあ、で実際この有名なエジプト学者が宇宙人の証拠を見つけたというのに、彼はその存在を隠した。それが彼が亡くなった後どこに行ったと思います皆さん。この遺物はどこ行った。ロックフェラー博物館。嘘やろ。ロックフェラー博物館が回収したらしいんですよ、うん、今秘密裏に保管してると。まあ、つまり、さっき僕言いましたよね。ロスチャイルドが宇宙人から金の作り方を聞いたと。うんうんうん。ロスチャイルドとかロックフェラーだけで情報を回し合っとる。なん
で宇宙の秘密を、宇宙の秘密やっぱ金やったと、うん、まあ、金もあるしいろんな技術あるから、うん、まあ、実際アメリカもグリーダ条約言うて、うん、宇宙人と契約結んでるからもう、うん、ほんまなんすか、ほんまですよ、もう信じてないの俺らだけやで、え俺だった 俺以外の君たち、ね、俺は信じてるから、誰のどっからどこ行ってるの、コエッキーさんとかあの見てる人の一部とか、もうほんまやからもう宇宙人はおるから、おる、はい、宇宙人は実在する、ワンピースみたいに言うけど、というわけでね、多くの UFO 研究者は、うん、まあ、こういったことが、うん、まあったせいで亡くなってるんやで、みたいなこと言われてるんや。で、まあ、古代エジプト文明には私たちの歴史観が、まあ、完全に変えてしまう秘密もね、隠されてることはまず間違いないんですよね。なるほどね。まあ、こうしたチームはですね、行けるときにエジプトに行って、うん、古代エジプトの秘密に迫っていこうと思う。楽しい。引き続き、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。調査していきます。宇宙人がその地球に降り立ったんだったらね、そう、その別に場所をいろいろあっていいと思うんですよ。そうそうそう、ね、それが南極だろうとエジプトだろうと、うん、まああるよな、あります、絶対それはだって説明つかないこと多いもん。まあそうなんですよ、うん、まあでもね、これも元をたどると実は日本が深く関わってるかもしれない、ね、ああでもその辺の話はねちょっとまた最近面白い話聞いたんで、そうです、ね、後日にねまたやります、やりますんで楽しみでしたね、ぜひね高評価だけ教えてください、お願いします、コメントの皆さん待ってますよ、はい、ね、お願いします。それでは本日の鳥肌スコアは賛成やから、何が賛成でしたっけ、ルメです、賛成だったっけ、トトメスやったかもしれない、トトメスやった、トトメス賛成、このトレンドポイントは、あのエジプト政府さんとかちょっとアメリカ政府さんとか、よかったら宇宙人に関することちょっと公開していただけませんかね、よかったら許可とかお願いします、取材行きます、ピラミッドでやってる宇宙人の会合とかちょっと一回取材行かせてもらえたら、取材行きます、お願いします、それでは See you、 ちょっと補正とかもします、ちゃんとご希望あれば、はい、ります、はい、グレーっぽくしてくれって言われたら頭の中伸ばします、ちょっと美肌加工とかできます、はい、全然できます、お願いします、さよなら、ライアートゥルー、あなたは信じる、千葉谷このまま都市伝説紹介者のドボコキです、アンバサダーの問いです、皆さん19時になりました、小安田ニュースのお時間でございます、はい、今日はですねとんでもない衝撃的なニュースが飛び込んでまいりました、何でしょうか、こちらをご覧ください、見てください、これ何と思いますか、入り口、入り口ですよね、はい、言いましたね入り口って、はい、これ今年の5月に NASA が衝撃的な画像を公開したことで話題になりまして、なんと火星なんです、火星探査機キュリオシティ知ってますよね、はい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 、キュリオシティが発見し撮影したものなんです、画像の中央に四角形の穴が不自然に映っておりますね、この穴どう見ても自然にできた形とは思えません、ありえなさですね、ありえなさですね、うまいですね、ありがとうございます、奥行きがあるように見えていることから火星人が作った穴なんじゃないかというふうに言われております、実は同じような穴がですね地球上にも存在しているんです、こちらをご覧ください、エジプトにある王家の谷の墓の出入り口に酷似すると今世界で話題を呼んでおります、確かにクリソツですね、これクリソツよね、火星行ったことないけども同じ人が同じような感じで作ったんちゃうんか、確かにこれはもう同じ建築士ですよ、比べてみると本当に形状が似てることが分かるんですけども、エジプトにある遺跡の数々はですねエジプトでの高度な文明が存在した証拠であるというふうな見方がありますね、まあ、そうですね、宇宙人が作ったんじゃないかと言われてますからね、そうで、もし火星に存在するこの穴が、はい、王家の谷にあるものと同じ技術で作られているとすれば、火星にももしかしたら高度な文明が栄えていて存在していたんじゃないかと、まあ、証拠にもなるんじゃないかというふうに世界が今注目しております、なるほど、火星に存在する人工物の痕跡、火星にはエジプトの文明とかなり似ている遺跡の数々が発見されているんです、はい、それが火星に存在するピラミッド、出ました、こちらですね2015年にキュリオシティが撮影した画像となります、はい、明らかにこれはピラミッドですよね、あ、これ間違いないですね、はい、ギザのピラミッドのように綺麗な三角形で建てられているような物体が撮影されております、はい、しかもピラミッドは一つだけじゃないんですよ、うん、1999年アメリカの無人火星探査機からはですね無数のピラミッドがこのように見つかっております、ボッテガのカバンみたいな、そうですね、模様ですよね、これもトキトキしてるやつね、そうそうそう、これ自然にできたと考えにくいですよね、うん、大きさはですね底辺約55から60メートルのものが45メートル間隔に並んでいるという感じですね、結構間隔あるんですね、そうです、さらにギザの三大ピラミッドと同じ配置で作られていると思われるピラミッドも存在します、おー、このように比較するとドンピシャですよね、一緒ですね、そう、ちょっと斜めになってる角度とかも同じですよね、確かに、その後もですねマーズパスファインダーやバイキングなど NASA の探査機によって火星のピラミッドはたびたび撮影されてます、だから画質が荒かったからとか通信的に荒くなっちゃってとかそういうエラーじゃなくてどんな探査機で行ってもある程度三角形のピラミッドは映っちゃうんですよ、確
確実にあるんですね。あるんです。火星にはかなりの数のピラミッドが存在していることがこれで分かっていただけたと思います、うんうん、そして火星で発見されたものはですね、何もピラミッドだけではございません。ほう、何が見つかったと思いますか。石。それはもうめちゃくちゃ見つかってますね。あ、そうですか。いちいち今日火星で石が見つかりましたっつったらもう毎日やらなあかんから。あー、なるほど。そうなんちゃうよ。じゃあガラス。ガラスあるかもしれないけど高温でね溶けないと。そうそうそう、作れませんからね、はい、まずこちらをご覧ください。これスフィンクスですよね。あら、かわいらしいトラック。本当にこんなね、もう守り神みたいな本当トラック素敵やわ。このスフィンクス火星にまた怖ないですか。怖い。こちらをご覧ください。ここにもですねスフィンクスらしきものが映っております。これはちょっと怪しい。はこれちょっと怪しい。こっち頭でほら。いや、これはよう見たらトウヤ君っぽいな、これもな。もうそうね。はい、1997年に火星探査機マーズパスファインダーが撮影した画像です。とエジプトの遺跡の数々が火星にも存在しているということは、まあ、そこに文明が存在していたという証拠ですよね。そして火星ではかつて都市が存在していたと思わせるような痕跡まで見つかっております。はいはいはい。それがこちらの画像です。京都市かないうぐらい碁盤の目が綺麗な。確かに格子状に線が広がっているのが確認していただけると思うんですけども、うん、その間には何やら建造物のようなものを発見することもできます。ありますね。丸い屋根のようなものもありますよね。まるで地球の都市を上から見たかのような光景がそこには広がっています。なる。火星にも都市が存在するのっていうことですよね。人間と同程度またはですねそれ以上の知能を持った生命体が存在していたのかもしれません。お、火星人。そうです。このように火星にはピラミッド、スフィンクス、そして都市の痕跡など古代エジプト文明を思わせるようなものがですね数多く存在しているんです、はい、地球からはるか遠くに存在し人間はまだ住んでいないはずの火星にですね人間が作ったと同じものがですね存在している。これすごい不思議ですよね。いや、そうですね。もし本当に火星に文明が存在していたとするならその文明の正体とは一体何だと思いますか。それは火星人ですよ。そう思いますよね、はい、でもちょっとねこれ覆るかもしれない。地球上で幻と呼ばれるある大陸との関係が匂わされております。火星がですか、はい、火星に存在していた文明アトランティス。大陸じゃないですか。そうです、まさに火星に存在した文明の正体とはですねなんとあのアトランティスであるという説が最近浮上してきました。繋がるんですか。そうです。アトランティスは皆さんご存知ですよね。かつて世界のどこかに存在し高度な文明を持っていたというあの幻の大陸のことです。はい、昔から現在に至るまで2000年近くもですね人類はアトランティスを探し続けているんですね。未だ発見はされておりません。スイスの科学者スティファン・バイツ氏によりますとアトランティスはもしかしたら地球じゃないのかも、火星に存在してないんじゃないのっていうことも言われています。衝撃的な発想ですね。そう、しかもですね科学者たちが集まる会で正式に研究結果を発表しております。火星にアトランティスが存在していたとすると地球上のどこを探しても見つからないのはまあ納得ですよね。なるほどね。もしかしたらそのワンピースのね言うた物語にもラフテルっていう最終地点があるんですよ。ルフィたちがそこに行こうとしてます。ルフィたちの星にはないのかもしれない。宇宙になるかもと。そう思ったらなんかちょっとロマンありますよね。うん、さらに古代エジプトの資料を解読した結果アトランティスが火星に存在していただけではなくさらにエジプトと惑星間で交流があったんちゃうかと、そういう主張もしてます。アトランティスの宇宙船はエジプトを訪れ、うん、高度な技術をエジプト人に伝えました。その見返りとしてエジプト人からは金を受け取って帰っていったと。なるほど。だからエジプトはピラミッドがあると、はい、そうです。そしてエジプト文明が最盛期を迎える頃アトランティス文明は何らかの原因で自滅してしまったか、まあ、隕石の衝突などによって滅びたんではないかというふうに彼は予想しております。つまりですよピラミッドなどの建造物っていうのは火星から地球に持ち込まれた技術なんです、はい、地球にあるピラミッドが偶然火星にあったんじゃなくて逆なんですよね。なるほど。そうなんです。逆だったかもしれねえな言うと思いましたね、ナルトのこのシーンですけどもね。ピラミッドのですね建設方法については未だに多くの説がありますね。当時の技術では絶対に作ること無理ですよねと、うん、誰が見ても分かります、まあ、そういう不可能だったとも言われていますから、はい、しかしですね火星から高度な文明で持ち込まれていたものだとすると、うん、逆に説明がつきやすいんですよね。確かにな、はい、でその証拠もちゃんとあるんですよ。ピラミッドや古代エジプトの遺跡の壁画ですよね。こちらのようにヘリコプターとか宇宙人のような絵がちゃんとあるんですね。おー、これ翼入ってるし垂直尾翼もある飛行機もあるし決定的じゃない。いや、そうですね。それらはもしかしたらピラミッド作りの技術を人類に与えてくれた人たちじゃないか。火星人の姿を表しているのかもしれません。なるほどね。
また地球上には火星とのつながりをですね知っている人物が存在しているというふうに言われます。まさか。そうです。それが前世に火星の記憶を持っていたと言われるロシアの少年ボリスカ君です。出てきましたね。はい、こちらですね以前小安さんでも取り上げさせていただいております。ボリスカ君は火星に住んでいた頃の記憶がちゃんとある少年で、地球と火星には時間旅行というテレポーテーションの技術を持っていたというふうに言ってるんですよね、はい、地球と火星の行き来っていうのはかなり自由自在だと。めっちゃいいよそのどこでもドアみたいな。そうね、これ遠いのにね。そうなんです。で地球と火星の関係って非常に良好、うん、惑星間では貿易も盛んだと。お今にもずっと進んでると思わないよ。ほんまにすごいわ。火星人がエジプト人に技術を与え、地球人は火星人に金を渡す、みたいな金で支払ってるのと同じじゃない、はい、という行為はもうまさに貿易そのものでしょ。確かにね。そしてボリスカ君はスフィンクスの中に隠された秘密があるんじゃないかと証言して、うん、でその10年後スキャナー調査によってスフィンクスのですね耳の後ろに奇妙な空間がねぽっこりあることをね判明するんですよね。おでそのステファン・バイツ氏の研究とボリスカ君の証言を合わせて考えると、うん、本当に火星と地球のつながりがあったんじゃないかということが見えてくる。そしてエジプトとアトランティスにつながりがあったことを示す証拠もですねちゃんと存在してるんです。ほう。アトランティスとエジプトの関係。哲学者プラトンがですね記したアトランティスについて書かれた文献によりますと、アトランティスは古代ギリシャ七賢人のうちの一人、立法者ソロンが紀元前594年に国外旅行に出た時にエジプトのサイスという都市の神官からアトランティスの存在を聞いたというふうに言われています。なんか僕たち意外とアトランティス取り扱ってるけど、はい、こういう起源まであんまよく知らなかったよね。そうですね。で今後調べるとこういう言われがあるそうで、うん、興味があったらこの古代ギリシャの七賢人についてもたくさん都市伝説がありますのでね、紹介したいと思うので高評価をしてください。気になりますね。つまりね、世界の人々がアトランティスの存在を知る前からエジプト人はアトランティスの存在を知っていたということです。ほう、すごいねこれね。すごい。さらにプラトンのですね著書の中でアトランティスは超古代文明を持っており、うん、テレパシーを使って会話ができたというふうに言っています。つまり地球人じゃないよねそれね。だってね、我々テレパシーで喋れませんからね。喋れませんからねこれね。地球人でなく未知なる力を持った宇宙人であったらテレパシーはもしかしたら可能かもしれませんよね。エコローケーションしてましたね。今全員にチャンネル登録してくださいって送りました。じゃあもう今日めっちゃ増えますね。今日めっちゃ増えます。よろしくお願いします。そしてアトランティスの知恵と技術を後世に伝えるべく、かつてアトランティスで作っていたピラミッドやスフィンクスなどの建造物を、まあ、エジプトに残していったのかもねっていうことです。なるほど。みんなもよく海辺行ったら書くでしょ。ラブとかさ、うんうん、アイアイ傘書いたりするやんか。書いたことある？もちろんない。ドラマでしか見たことない。そう、俺めっちゃうまくさ絵描いてさ、俺が泊まってたホテルもその目の前にあったから、はい、ここにでっかく絵描いておいたら彼女が見てくれるかもって俺こっそり絵描いたりわしてめっちゃこうやってずっとめっちゃうまく描けたんよ。でホテルチェックインするやんか。そしたら海と反対側の部屋やったから最悪やん。ほんま終わったもん。全然知らん女が見てる可能性ある。そうそうそう、全然知らん女がラブ見てる。さらにですね、エジプト神話に登場する冥界の神オシリスがですね、はい、天から降りてきたという説が存在してます。あ、オシリやのに。ごめん、どういうことかな。オシリスやのに、うん、オシリじゃなくて天から降りてきたいなっていう。もう、臭い感じするわ。もしかしたらオシリスは火星のアトランティスからやってきた宇宙人だったのかもしれない。そしてかの有名な預言者もアトランティスと火星について言及しています。はいはいはい。前世の記憶を持つ人々、皆さんエドガー・ケイシーさんをご存知でしょうか。ポケモンのケイシーの名前の元になった人やね。そうなんです。世界三大預言者の一人というふうに数えられる人物です。はい、彼はですね宇宙の誕生から滅亡まで全てが記録されているというアカシックレコードにアクセスすることで預言を得ていたというふうに言われています。はい。そしてその能力を使って難病の患者さんにですね有効な治療法を教えるなど人々の役に立っていたというふうにも言われています。でそんな彼は霊視した人物の前世の多くがアトランティス人だったというふうに言ってるんですね。アカシックレコードにアクセスできる人がそれ言ってるんやから間違いなくなってる。いやほんまにアトランティス人っていうさ人種ですら耳なじみないよね。ない。でもそれって当たり前じゃないの。だって火星に行ったんだから。
なるほどね。すごいよね。つまりアトランティス人はですね、存在してた可能性はあるんですけども、火星の記憶を持つというボリスカ君もその一人だったんじゃないの、まあ、そういう風な考察なんです。アトランティスが火星にあったとしたら、アトランティス人は地球にわざわざやってきていたということになりますよね、うん、で古代エジプトで人間と共に文明を築いていったのかもしれません。なるほど、ロマンあるよね。そうですね。しかしですね、これだけの証拠と言えるものがたくさんありながら、うん、なんで NASA とか公的機関って火星に文明があったことを言わへんのよ。確かに なんか隠してますよね。なんか固くないやこれ。もしかすると真実を知りながら隠蔽してんちゃうかと思うんですよ。ブルッキングス文章と人類火星移住計画。ブルッキングス文章って知ってます？いや知らないですね。 NASA の基本方針となっている機密文書のことを言います。そしてその文書の中には、文明が別の高度な文明に遭遇したとき、滅亡の危機に追い込まれた事例は無数に存在する。地球外生命体の存在を公表する際、特に宗教団体や科学信奉集団には注意せねばならない、はいはいはい、という記述があるんですよ。ちゃんとマニュアル化されてるんですよ。まあそれはそうですよね。その宗教全部否定してしまう可能性もありますから ね神と思ってたものが神じゃなかったり、自分たちが信じてるものが明日違うというふうに否定されてしまったり、かなりね宗教に入っている方が多いので、まあ、一気に混乱になることは間違いないですよね。そうですね、はい、つまりですね、地球外生命体の存在を公表するときは、その事実によって何か危険な行動を起こしかねない人々に対して配慮が必要だよということなんですね。はい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 。でそのためブルッキングス文書にはですね、情報操作が極めて重要だろうというふうに書かれています。つまり地球外生命体の存在をありのままに公表してしまうと、人類にとって危険な事態となってしまう可能性がある。氷の女王とかが生まれるんですかね。どういうこと？やっぱありのままやから、ありのままにーノーなのよ。あ、失敗しましたね。もうちょっとじゃあ歌って。ありのままの姿見せるのよ日本語覚えたての人ですか初期のボカロみたいな確かにこの無感情の部分似てるわ。そうね。 NASA は厳重な情報操作を行ってると考えられますけどもね、うん、しかし近年ではアメリカがちゃんと UFO の存在を認めたりとか、それを公開したり、まあ、宇宙軍を設立したりするなど、まあ、NASA もですね、人工物と思われるものが写った画像を積極的に公開しましたよね。そういう風に思えてくるんです。人間にとって不都合なことになりかねない他の高度な文明の存在は隠しておきたいはずなのに、はい、なんで最近そんな行動を取るんでしょうか。火星人に脅されてるんじゃん。そろそろ俺らのこと言えよ。言え。地球の環境を保つためには世界人口がまあ増えすぎてしまってるという問題も言われてますよ ね。陰謀論的には世界の人口をですね、5億人以下にするということがね、ジョージアガイドストーンでも書かれていましたけど、はい、火星に人工物が存在することによって、火星は人間にとっても住める場所であることをですね、世界に少しずつ認識させていく狙いがあるのかもしれません。なるほど。もしかするとね、イーロン・マスクさんはそこまでのことを知っていて、うん、徐々にですけども火星に人を送り込んでいく、そのインフラを整えるために、まず情報操作をするためにツイッターを買収した可能性もありますよね。うわ、情報操作を。そうです。考えてるかもしれない、はい、火星について抵抗感をなくしていくと、最終的にスムーズに人類を火星に送っていく、まあ、推し進めていくということなんじゃないか。どうする、向こうで人おったら。それはもうびっくりちゃうか。いや、おるかもしれないよ。マジでその人間的な形じゃないかもしれないけども、何がかおるかもしれないもんな。多分タコみたいな形してるよ。いや古いのよね、想像図が。せめてグレーっぽいもの言ってもらわないと。こんなん歩いてきてどう会話すんの。コロ先生。いやもうめっちゃコロ先生やんめっちゃ強いやん。返り討ちにされますやん。そう、マッハで移動してくる。怖っ。勝手に来てくるやん、もう。まあ確かにね。ということで本日の説はいかがでしたでしょうか。いやー、なかなか興味深い説でしたね。まずそもそも火星に人工物があったってこともすごい今回のトピックスなんやけども、アトランティス大陸が火星にあったっていうこともちょっと面白い。衝撃ですね。アトランティスやっぱ海に沈んでる思ってましたから。そう思ったらね、古代のエジプトの文明、あの辺って絶対宇宙人の交流あったよな。いや、ありますね。ねえ、あ、気になるわ。それでは本日の鳥肌スコアは2035。だいたい火星移住してそうやね、これぐらいには。ああ、でも一人とか行ってそうじゃない。最初の100人がついに踏み入りましたみたいな。そうそう、イーロン・チルドレンたちがね。本日の鳥肌ポイントは、はい、江戸川啓司ね、全世界のこと分からながら、もうちょいいろいろ火星のこと教えてくれてもいいよね。そうやね、もうちょっとピンポイントで教えてもらってもいいよね。というわけでありがとうございました。 See you Bye。ライオはトゥルー、あなたは信じる、巷に転がる都市伝説紹介チャンネル、どうも小焼です。あ、まさかのトエです。
です。皆さん、ピラミッドといえばどのような風景を思い浮かべますか？たびたびリップがカシャンカシャン倒れるの入ってるから気をつけてください。これはピラミッドのせいですね。なんでなんで？ピラミッドどういうイメージですか？三角形。三角形、なるほどなるほど、エジプトの、風景とか皆さん思い浮かべると思うんですけど、俺三角形無視された。ピラミッドというと、これですね。おお、日本のやつね。違うんですよ。東ヨーロッパのボスニアという国に存在する太陽のピラミッド。何これ、みんなの知ってるピラミッドはね、このギザのね、よく見てる、もうギザギザやね。あのピラミッドって実は146メートルしか高さがないんよ、でもこっちの太陽のピラミッドはなんと270メートル以上って言われてるんよ。ちょっともう一回見して、ボスニアの方。はい。やば、これマジのピラミッドやんけ。そう、もはや世界最大のピラミッドなんですね。へえ。ピラミッドっていうと、エジプトだけじゃなくね、いろんなところにあるっていうことを皆さんご存知でしょうか？例えばアメリカ、結構でかいピラミッドありますね。でこちらインドネシア、これもすごいピラミッドっすね。すごい。でこれ南極。いや、すごい。でこれがあれですね、火星のピラミッドですね。ちょっと火星いる？見たよ、今引用語とムーって書いてあったよ、今。大丈夫ですか今。いろんなね、ピラミッドが、あるわけなんですけども、はい、このピラミッドというのは一体なぜ、作られているのか、そしてなぜ世界各地に点在しているのか、明確な理由ははっきりしていないわけなんですけども、実は世界各地にこのピラミッドがある、これこそにとんでもない意味が隠されているんですよね。意味、ピラミッドの秘密、この解き明かす鍵なんですけど、小安田でですね、一生懸命調べた結果、どこの国にその秘密が眠っているか分かりました。どこですか？日本。ここ日本言うてな、カルマさんですね。それはほんまに隠された世界最大のピラミッド。最初に紹介したボスニアのピラミッドはですね、あのギザのピラミッドが建造されたと推定されるおよそ4700年前よりも古いってことが分かってるんですよ。じゃあどれぐらい古いねんと、1万年ぐらいって言われてるんですよね。へえ。1万年ぐらい前により大きなやつを作ってたと。すごい。これ誰が、言うて万年っていう話なんやけども、それはですね、あのピラミッドの発見者である考古学者のオスマナ・ギッチ氏。オスマナ・ギッチ。そう、サッカー選手っぽくなったけど今。いえいえ、得点決めそうやろ。このボスニアの中心部に位置するビソチュカさんの自然なほど綺麗な三角形に形成されているビソチュカさん、ビソチュカさんなんですけども、不自然なほど綺麗な三角形に形成されているね、この斜面。ペコイキさんも三角形言うてましたけど、正確に東西南北を向いていることから、これが世界最大のピラミッドやということが言われてしまっているんですね。でですね、衛星画像や熱分析、レーザー研究などいろんな角度から調査していくわけなんですね。なんでルーペでやってるんこれ。で結構ですね、いい仕事をされましてですね。いやいや、中島性能好きやから。はい、その調査の結果が出まして、なんと地元では自然な山と考えられていたビソチタさんの周辺からは塗装されたような石のタイルや、いやもうナイツのなんかボケみたいになってんのよな。邪魔するのやめてもらっていいですか？このビソチタさんから塗装されたような石のタイルとか迷路のような地下通路、石板までも発見。明らかな人工物の遺跡であることが分かってきたんですね。そう。で、また、このオスマナ・ギッチさんがですね、ボスニアのピラミッドは、太陽のピラミッド、サンピラミッドやーということを言うとるわけなんですけども、発見された地下通路をこれ辿るとですね、なんとすごいことが分かりました。周辺の4つの山につながっているピラミッド四天王の存在が判明したんですね。ピラミッド四天王って何なの？さらに、ボスニア土壌学国立研究所が発見された太陽のピラミッド、ピラミッドを覆っていた土を調査したところ、なんと1万2000年前のことが分かったんですよ。つまりボスニアのピラミッドは創世のアクエリオンやったっていうことなんですよね。1万年と2000年前から愛してるやつね。はい、1万年と2000年前からピラミッド建ててました。いやいや、ちょっと意味が違う、ね、創世のピラミッドです。というわけでですね、これだけでも現代の考古学の歴史がひっくり返るような世紀の大発見なわけなんですけども、太陽のピラミッドからですね、実はとんでもないものがちょっと見られてるんですよね。何ですか？エネルギービームが放射されたっていう話があるんですよ。へえ。しかも1回じゃない、2度周辺の目撃弾があるんですよね。そうだ。でさらにですね、人体に光作用をもたらすというイオンがですね、通常の43倍も含まれているヒーリングルームが地下で発見されてるんですよ。何それ？いいイオンですね。発火30日は 5% オフ。あ、そのイオンですか？ショッピングモールのイオンでした、これ。結構ヒーリングルーム。はい。は？さらにですね、このオスマナ・ギッチさんはですね、ピラミッドは今も土と樹木に覆われ、世界各地に存在している、
って言ってくれてるわけなんですよ。だから三角形で土と樹木に覆われているような場所、つまり僕たちの身近なところにある山はですね、ピラミッドの可能性があるんじゃないのかと。へー、まあ、そういったことを、まあ、このオスマヌ・ギッチさんは言いました、まあ、その結果ですね、世は大ピラミッド時代になったんですよねピラミッドというピラミッドを探し出すんですよ。でね、探せと言われたんで探した結果、誰が言ったんやそれ。じゃあ最初にオスマヌ・ギッチさん、世界最古のピラミッドが分かったんよ。それが日本にあるんよね。まあ、皆さん聞いたことあるやん、山岳信仰みたいな、あるね、山を信仰するみたいな文化なんやけども、それしとったんがここ日本、神の国なわけなんですよね、うん、実は世界中に点在するこのピラミッド、これはですね、この日本の山を参考にして作ったんじゃないのかと。ほんまに。でですね、今現在に至るまでこの山岳地には霊的な力があるという考えというのは結構一般的 で、うん、で山を神仏として祀った神聖な山として霊山がいくつか存在してるんですよ。富士山、うん、まあ、これも見た通りですよね、うん、富士山見た時、あ、これなんかパワーありそうやなと思ったことがある人は結構おると思うんですよね。それ思って、俺も新幹線でさ、富士山バーって見える時、あるいは静岡横切ってる時な、絶対写真撮ってまあもんな、綺麗に見えてたらな。そう、うわーって思っちゃうよ、なんかな。そう、他にも石川県の白山、富山の立山など、うん、こう日本三大霊山って言われるわけなんやけども、うん、はいはい、つまり日本の古神道においては山には神がまあ君臨し、うん、宿っていると信じられていたと、うん、山にはパワーが非常にあるってことが言われとったんよね。さらに日本にピラミッドがあるという説を提唱した人がおって、はい、それが日本の古代史研究家である酒井勝時さんなわけなんですけども、あ、この人発祥なんです。信仰対象となっている山こそがこの日本のピラミッドやでっていうことをまあ言うとるんですよ、うん、あ、そう、そんな昔からでですね、酒井氏は日本のピラミッドの特徴として三角形の山である、うん、頂上または頂上付近に巨石が並んだ遺構がある、自然の地形を利用した半人工的な建造物であると、ピラミッド3つの法則みたいな感じで教えてくれてるんですよね。うんうんうん、うん、実際にその日本のピラミッドの第1号として唱えられた山、皆さん知りたくないですか？知りたいです。それがこちら、広島県足滝山。おお、あ、もうこれピラミッドやな。ちょっとなんか三角に見えるけど、ちょっと下の方までちゃんと見えてないけど、ピラミッドかどうか。ああ、まあそう言われると思ったらね、どの方角から見ても三角形に見えるってことを証明しましょう、はい、こちら、あ、三角ですね。いや、ちょっとなんかライン引っ張ってるだけで、ちょっとこれも三角やな。いや、ちょっと普通の山、あ、これも三角やな。見たね。さらに山の中には巨石群も発見。あれ、それはまあまあ一枚目のインパクトはなかったな。撮り方の問題から、それは。え、うん、他にもですね、秋田県の黒マタ山、はい、通称黒マンタ、うん、この山もピラミッドなんじゃないのかと。黒マンタをですね、調査したら、ふもとから山頂までがですね、なんと7から10段の階層の人工物なんじゃないのかと。表面にはこの小石が敷き詰められているということが、まあ、分かったんですよね。あ、すごっと、これピラミッド確定やん。さらに縄文時代のこの土器も出土されまして、大層考古学者はドキドキしてるんですよね。出た土器逆、はい、うん、で、まあ、約4000年前の縄文時代に作られたピラミッドやってことが言われとるんですよ。ほう、まあ、他にもこのピラミッドと称される山は日本各地に数十箇所あると言われてるんですけども、うん、この酒井氏によるとですね、超古代に作られた日本のピラミッドが山岳信仰の、まあ、象徴となったんじゃないのかと、うんうんうん、で世界のピラミッドの元になったんじゃないのかってことを提唱してくれてるわけなんですよ。日本発祥なん？そう、エジプトのピラミッドなどは日本のピラミッドである山を生まれて作られたんじゃないのかと、うん、縄文時代言うたらね、もう4000年じゃ聞きませんから、もう1万年ぐらい前からあってもおかしくないですから、ということは世界最古はこれ日本なんじゃないのかってことが言われだしたんですよね。じゃあそんな山どこか、これ気になってくるわけじゃないですか、うん、ね、これやっぱりですね、あるんすよ、神が宿る山が、うん、それがですね、都市伝説的に日本で一番ホットと言われるスポット、長野県みなかみ山なんですね。出ましたね、有名よね。はい、これ上からもっと見ると分かるんやけど、ちょっとね、異質なんよな。それポツンとこうなんかあって、ポツンと山岳地帯って感じ。はこれみなかみ山は太古より神が宿る山と言われてるんよね、うん、で霊山として信仰がとても深く、なんとですね、山にこもって修行をする人がいると、うん、その修行者は呪術を身につけることもあると。やば、実際にこの水上山にはエジプトのピラミッドとすごいよく似た構造もあるんです。でそして過去に行った調査によると、入り口から行ったところの行き止まりの奥には空間があって、斜めの大きな岩があるってことが分かってるんですよね、うんうん、で水上山の奥にはエジプトのピラミッドと同様斜めになったこういう通路がこういう感じであるんじゃないのかとか言われていまして、すごいよ、地下には巨大な空間があると。だから本家のピラミッドと同じような作りしてるんじゃないのかと、うんうん、でですね、毎日新聞が出版している週刊誌サンデー毎日がですね、
ですね、地質調査層を調べたんですよ。すごいんですよ、水上山の中心部の重力が通常の重力から5000分の1も下回ってると。これどういうことやねん。どういうこと。ピンとこないじゃないですか、うん、つまり水上山の地下には少なくとも縦3キロ、うん、横 1.6 キロ、うん、高さ400メートルの楕円形の地下空間が存在していることが分かったんですね。広、この水上山のシルエットが、うん、見てください、これ中央へこんでますよね、上から殴られたように。もともとはですね、本当は綺麗な三角形だった水上山の内部の空洞が陥没してしまったんじゃないのかと。なるほど、まあ、そういうことが言われてるのか。なるほどなるほど。その上エジプトのピラミッドも現代でも新たな巨大なトンネルや通路が次々に発見されることから、水上山にも地下空間やトンネルがあっても何もおかしくないんですよね、うん、でさらにピラミッドの存在は日本に伝わる歴史書にもしっかり書かれてるんですよ。なるほど。竹内文書です。やっぱりピラミッドの存在が明記されてます。すごいね。竹内文書の中にはね、こういう文言があるんですよ、うん、日来る神宮って書いてるんだけど、はいはい、これ読み方なんと、うん、ピラミッドピラミッドみたいな感じなわけなんですけども、ピラミッドっていうの、はい、竹内文書の中に登場する人物から推定しておよそ2万2000年前、古っ、つまり世界最古なんちゃうんかと、うんうん、これがゆえんなんすよね、うん、だからもうピラミッドという概念はもう2万2000年前からあったんですよ。すごい、とんでもない、うん、この日本の巨大なピラミッドと言われる水上山、うん、ここにはですね、うん、とんでもない秘密がまだあります。何、UFO がいるんです。嘘でしょ。とんでも話に聞こえるじゃないですか。聞こえる。しかしですね、うん、実際に水上山の頂上に位置している水上神社という場所があるんですけど、ここの宮司さんの話では、うん、UFO が飛行し北から南へ移動しているのを何度も目撃しているというような証言があるんですね、うん、その証言の人すごい渋い声ね。あ、そうそう、うん、こういう感じの声だから。でまた神社を参拝した人、参拝した人々からも UFO の目撃談多数寄せられてるんです、うん、寄せられてる。さらには UFO の撮影に成功した人もいるとかいないと、見たい、送ってください、撮影成功した人、うん、ほんまに。で、水上はね、にやかには信じがたい発光現象も起きてるんですよね。そう、やっぱ奇跡の山ですから、うんうん、実際に水上山がある長野県の松代では、うん、1965年から5年半の間に約71万回の地震が発生した、やば、世界にも例を見ない松代群発地震と呼ばれる災害もあったんですよ。そうなの、知らなかった。71万回よ、すごいなこれ、えぐい、うん、でその間に頻発に目撃されていたのが山全体の発光現象。普段はこういう感じなんですけど、うん、こちら見てください、これ日の光とかじゃないんですよ、うん、何の光なのこれ、やばない、やばい、もう山が光ってるんよ、うんうん、まあ、というわけでね、気になる人は南山発光現象でも調べてほしいんですけど、うん、出てるんだ。これ発光現象はですね、うん、松代群発地震の発生と同時に見られる現象で、うん、5年半にも及んだ群発地震の震源地こそが、うん、この水上山屋って言われてるんですよ、うん、さらに地質学の専門家が発光現象について調査して、うん、花崗岩が多く含まれる石英は強い力をかけて破壊する瞬間に光る現象が山全体で起こってるのではないかってことを言ってくれてるんですよね、うん、なるほどと。なるほど。ただですね、水上山はその石英っていう物質をほとんど含んでない、うん、お、まあ、つまりこの説は無理があるってことになったよね、うん、だから結局発光現象は謎のまんまなんよ、うん、でこのような不思議な現象から、まあ、UFO の目撃情報もあったりだとか、うんうん、もしくは水上山は UFO の発着地点になってるんじゃないのかとか、まあ、いろんな説があるんですけども、うんうん、この地震っていうのがですね、そもそも宇宙人の活動によって、まあ、引き起こされてるんじゃないのかと、そうなん、結構言われてるんですよ、ね、でこの冒頭で紹介したこのボスニアのピラミッドあるじゃないですか。すごいな。ここもエネルギービームが発射されてるんですよね。だからピラミッドは僕らはなんかね、なんか山とか、うんうん、なんか三角のなんか石積み上げたやつとか、うん、適当なことばっか思ってるわけなんですけどまあ実は特殊なパワーを持っているスポットなんじゃないのかなと。パワースポット？そう、うん、で実はこのピラミッドが世界各地に存在する理由、うん、ちゃんとあるんです。知りたい。それはね、地球を守護する古代の英知。守護する？はい、守護神なんですよね。ゴールキーパーみたいに言ってますけど、いやもうほんまにこのピラミッドはですね、地球上のエネルギーをつなぎ、うん、地球を守るための装置なんじゃないのかと。装置、皆さん癒しろ地って聞いたことあります？癒しろ地、そう、あんまないっす。ないよね。癒しろ地とはですね、日本の古書の一つである。え、そんなのあるんや。違う違う違う、カタカムナに書かれてるんよ。あ、そうなんや。カタカムナの中に癒しろ地が書かれてる。へえ。みんな大好きカタカムナ、うんうんうん、いい土地って意味なんよね。あ、そうなんや。そうで、うんうん、実際にカタカムナ文献には山々の高いところを結ぶと癒しろ地となり、みそぎによし、うーん、なんかおみくじの結果かみたいな書き方してるわけなんですけども
る。つまり自然の高いところである山を結ぶことで、うん、大地のエネルギーが非常に高くなって、うん、植物がみる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 育っていくと、うん、で人間やこの動物が健康に暮らすいい土地が作れるよっていうことなわけなんですけども、めっちゃいいやんか。そう、歴史書のこの竹内文書によると、うん、癒しの地の反対の言葉も書かれておりまして、悪い方、そう、それが汚れ地、まあ、もう悪そうやん、うん、ただですね、この汚れ地を良くする方法も教えてくれてるんですよ。教えて。それが巨石を一定の法則で配置する、うん、これが汚れ地を癒しの地に変える方法やでっていう記述が残っとるんですよね。へえ、そうなんだ。実際に日本のピラミッドには、うん、堺市によって頂上や頂上付近に規則的に巨石が設置されているってことも分かっていますし、うんうん、エジプトのピラミッドやボスニアのピラミッドの周りにも、うん、世界各地に存在しているピラミッドの周りにもスフィンクスのようなね、方位を示す方位石という巨石があるんですよね、うん、このピラミッド周辺の巨石は汚れ地を癒しの地へと変えるためにあるんじゃないのかと、うんうん、さらに水上山の山頂にある水上神社には、見てください、これ天皇家の家紋である十六八重表菊門の中にですね、六芒星が刻まれているんですね。始まってしまったなぁ。実は古代エジプトでは六芒星は守護する意味合いを持つシンボルやったんですよ。なるほど。またエジプトではこれ見てくださいね、天皇家の家紋のモチーフのような青銅器が多数発見、うん、まあね、金の皿も発見、すごいね。あらー、これはもう日本とエジプトは関係してますね。また忍者風呂みたいな、うん、エジプトのピラミッドと日本にはもう絶対これ明かされることない古道の秘密が隠されてるんじゃないのかと。これはでもそんな気がしちゃうよな、もうこんだけなんか共通点あったらね。そう、もう物的証拠があるんですよ。おかしいもんね。でこのようなことから、もしかしたら世界中で発見されたピラミッドは地球上のあらゆる点と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 点を結びまして、地球全体を強力な癒しの地化するための装置やったんじゃないのかと、うんうんうん、いうことが言われるってことですよね。俺の住んでる場所も色白地かどうか調べてほしい。多分癒し落ちです。あ、そう。本日の会話いかがだったでしょうか。楽しかったです。長野のピラミッドめっちゃいいよな。見に行きたい。うん、天下のビル・ゲイツさんも長野で別荘を持ってるらしいですから、うん、ねえ、なんかムーの編集長もやっぱ長野がいいって言ってたもん。言ってた、うん、時代は長野です皆さん。ねえ、水上山見たい人いますか。やっぱ僕ら吉賀門とか見たらロケ行かなあかんみたいな。この前山梨行ったばっかりだから、もうちょっと足運ばなあかんけど。そう、今度長野じゃあちょっと高めに設定してちょっと高評価。じゃあ2万ですか。1万にしときましょうか。1万で1万いったら行くんやん。1万いったら行きましょう。すごー、はい、まあ、というわけで皆さん高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは本日の鳥肌スコアは18421、癒しろ地ですね。で本日の鳥肌ポイントは、ピラミッドは日本に存在する。ライオはトゥルー、あなたは信じる。レイガンやん。いや、締めてからやってもらっていいですか。まあ、それはそう。島田に転がる都市伝説紹介中の小雪です。アンバサダーのトエです。舐め切ってますね、大丈夫ですか。いやいやいや、はい。これまで小安田では数多くの古代遺跡について取り扱ってきました、はい、最も有名な世界遺産のピラミッドに古代各のヨーロッパ週刊ピラミッドやん。じゃあほんまにディアゴスティーニに発行できるぐらいピラミッドを使ってるかもしれないね。古代核戦争の証拠が眠るモヘンジョダロ、そして世界最古の宗教施設というふうに言われているギョペクリテペの遺跡、さらにアメリカのグランドキャニオンなど世界各地の古代遺跡を紹介してきました。お、どれが一番印象深いですか。まあ、ピラミッドっすね。そりゃそうやね、1週間に1回やってるからね、はい、そんな地球に残された古代人類の数々の文明を紹介する中で、ある共通点に気がついてしまいました。何ですか。その共通点が1万2000年前から存在しているという点です。え、どういうこと、どういうこと。1万年と2000年前から愛してる。アクエリオン。アクエリオンです、まさにね。1万2000年っていうのは共通の数字なんです。はい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 。現在人類最古の文明はおよそ5000年前に。そこは6000年であれよ、アクエリオンなんやから。すっげー怖い顔して突っ込むやん。あ、違う。違うんですよ。なるほどなるほど。およそ5000年前に現在のイラク周辺で栄えたというふうに言われているシュメール文明、はい、シュメール。しかし本当はシュメール文明よりもずっとずっと以前から地球には文明が存在してたんですね。はいはいはい、はい、もしかすると今回の1万2000年前の謎を解き明かすと、人類の歴史は大きくひっくり返ってしまうかもしれません。ほう。この文明を証明する古代遺跡、はい、小安隊も何度か取り扱ったトルコに実在するギョペクリテペ遺跡はですね、うん、世界最古の神殿というふうに言われてる。
はい、日本の千葉工業大学や東京大学の研究者が結成した調査隊がヨペクリテペ遺跡で放射性物質による年代測定を行ったところ、遺跡の建設が始まったのはおよそ1万2000年前であるということが判明しました。12000。またアメリカアリゾナ州に位置する長さ446キロ、幅29キロメートルの峡谷のグランドキャニオンでも1万2000年前に文明が存在していたという痕跡が見つかったそうです。おー、なんとグランドキャニオンの1万2000年前に相当する地層周辺にはですね、人の手で切り出されたと見られるトンネル状の入り口が実はありまして、はい、その奥には部屋のような空間が広がっているんですね。そうなんや、すごくないですか。もうこの岩の中に絶対これ人工的に作られたこう四角の穴だよね。そうですね、部屋がちゃんとあるんですよ。その上通路はまっすぐ切り出されていまして、絶対自然に出来上がったものではないということなんです。家賃は安そうっすね。家賃気にします。これ結構崖はきついね。ここの部屋の中に行くまで結構大変やろね。玄関まで30分みたいな。玄関まで30分きついね。それ ね、通路の先には遺物として武器や像などが数多く発見されていることから、グランドキャニオンでは1万2000年前に文明が築かれていたのではないかという説が出てきたと。ほう、さらに未だに謎が多い世界遺産の一つであるエジプトのピラミッド、はい、今までおよそ5000年前に建造されたという説で僕たちも扱ってきましたよね。そうですね。これ今日変わります。アメリカのボストン大学自然科学准教授でありますロバート・ショック氏によりますと、ギザのピラミッドはなんと建設当時には海水に浸かっていたかもということなんです。それはロバート・ショックやわ。その海水に浸かっていた時期が紀元前9000年前ということなんで、つまり1万1000年以上前にはすでに建造されていたというふうに言われている。それもロバートショックやわ。さらにピラミッドの配置にも秘密がありました。ピラミッドは3基並ぶことで3大ピラミッドっていうふうに、まあ、皆さん知ってますよね、はいはいはい、その3大ピラミッドの配置というのはオリオン座を構成する真ん中の3つの星と配置が全く同じなんです。来ました、オリオン座。そしてこの3つの星がちょうど3基のピラミッドの上に配置されていたのが、なんと1万2000年前の頃の天体なんです。ほう、はい、でこのことからピラミッドは1万2000年前の文明の痕跡だと言われているという、新しい説なんですね。そうですね。まあ、ちなみに1万年前といえば日本は縄文時代。そう、縄文時代とされておりまして、人類はようやく農耕を始めたというふうに言われています。はいはい、でそこよりもおよそ2000年前に今でも建設が不可能に近い巨大な遺跡を建造するほどの文明が存在していたということなので不思議ですよね。はい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 。そして1万2000年前の地球にあったある超高度な文明があるというと、都市伝説界ではもう4番バッターですよね。アトランティス大陸。あ、有名ですね。実在していた幻の古代文明。アトランティス大陸とは、古代ギリシャの哲学者プラトンの書物に記述されている伝説の古代文明です。かつては大西洋に浮かんでいたと言われる幻の大陸なんですね。どう思う、この幻の第一大陸って言ったら、まあ、ありそうですけどね。ありそうよね。僕なんかもうドラクエ6やってるからまさにそうなんよね。はいはいはい、はい、ドラクエ6の副題してます。幻の島。幻の大地なの。ああ惜しかったね。よく噛んでそこまで当たったね。逆にね怖くなってきたわ。この大陸の最後は1万2000年に一夜にして海に沈んでしまったという伝説が今も語り継がれてる。ここも1万2000年なんですね。出た、不自然な一夜。そう、ミッシングリンクですね。流行ってんすか、ミッシングリンクですねっていうの。これはミッシングリンクやと思うね。まあ、確かにこの数字を調べた共通点でしかこの共通の項目が出てこなかったんで、まさにそうかもね。アトランティス大陸についての文献は発見されていないため、まあ、最初はプラトンの完全な創作物みたいな、かわいそう、うん、フィクションみたいなね。しかしアトランティス大陸の存在は決して完全なるその創作物ではなかったのかもしれません。はいはいはい。それは裏付けるように世界ではアトランティス大陸が存在していたという痕跡が多数見つかっているんですね、これね。実際に1913年アトランティス大陸が存在していたと言われる大西洋アゾレス諸島領海で明らかに自然発生することのない地質が発見されてしまいました。ほう、こちらですね。このことについてフランスの地質学者ピエール・テルミエによりますと、アゾレス諸島領海の深さは2、3キロある。発見された溶岩は地上で冷えることでしか形
形成されないため深い海中では形成されることはありえないと。うん、最初から海底火山みたいなのが、まあ、出て海の中で固まったものじゃなくて地上でちゃんと固まった後に海水に浸ってると。なるほどね。つまりかつては地上だった場所が何かの大きな地殻変動や異常気象により海底に沈んでしまったという痕跡なんです。はい、またテルミエの調査からおよそ60年が経過した1971年にはアメリカを筆頭とする世界各国が大西洋の中央でフェイマスプロジェクトと言われる潜水艦を用いた地質調査を行ったというふうに言われています。この地質調査は4年にも及び、なんと実際に海底での火山活動や海上で冷え固まることでしか形成されない岩石の化石がちゃんと発見されたと。ほう、このことからもともと陸地であった場所が海底に沈んでしまった可能性はもうほぼ決定。確定、うん、なるほど、はい、そういう結論を出したということなんですね。つまりプラトンが提唱したアトランティス大陸は本当に一夜にして沈んでしまった可能性があるんです。やばすぎるやろ。そんなアトランティス大陸は1万2000年前という大昔なのにもかかわらず、とんでもない科学力を持っていたとされるんですよね。天ぷらとかあげれたんですかね。なんで天ぷら限定やねん。その天ぷらトン、中には超能力を駆使する人物も存在していたようで、必要なエネルギーはレーザーを使って遠隔操作をしており、さらに超金属を使って飛行機や船、さらには潜水艦までも作っていたということ。すごい技術ですよね。はいはい、つまり1万2000年前に建造されたとされるピラミッドなどの古代遺跡は、うん、今よりも超高度な文明の時代に作られた可能性が非常に高くなってきたということなんです。最高や。最高ですか。はい、楽しくなってきましたね。ではなぜそんな文明が滅んでしまったのでしょうか。実は超古代文明には高度な技術を用いても回避できなかった衝撃の結末が隠されていたのかもしれません。ほう、古代地球に起きた悲劇。超古代文明を消し去った原因、それは巨大隕石の衝突。あ、もうそれなすすべないわ。これはね、無理です、絶対にね。実際に隕石の衝突痕と見られるクレーターがですね、地球上にたくさん存在してるんですけど、はいはいはい、こちら北極海と北大西洋の間にあるグリーンランドで発見されました。なんかハンターハンターがありましたね今。天然で間違えましたね、今ね。はい、アメリカの科学ジャーナル誌であるサイエンス・アドバンシーズで2018年に発表された論文によりますと、グリーンランドの北西部に位置するハイアワサ氷河の下には過去隕石の衝突によってできたと見られる巨大なクレーターがある。ハイアワサクレーターが発見されたのだそうです。でこちらがですね、クレーター部分がある大陸氷河を取り除いた NASA のデジタル標高モデルです。ありえなさそうな話ですね。いや、これありえなさそうではないんですよね。ドイツの極地海洋研究所が上空からの調査を行い、クレーターの形状を正確に導き出したところ、クレーターの中心に隕石の衝突によってのみ形成される盛り上がった地形を確認したというふうに言われています。はい、その大きさはなんと東京23区とほとんど同じだそうで、このクレーターの大きさから隕石の大きさを導き出したところ、直径およそ 1.2 キロ、重さは100億トンを超えると超巨大隕石だったことが分かりました。やば。さらにハイアワサクレーターの上にはおよそ1万2000年前に堆積したとみられる氷の層が発見されているのですが、実は恐竜時代が滅んだ原因も隕石の衝突による気象変動だったと、まあ、言われてますよね。つまり1万2000年前の地球に隕石が衝突し、マンモスの絶滅原因となった氷河期が発生、それによって古代の超文明を築いた人々もその気候変動によって滅びてしまったかもしれないですね。確かに。いや、すごいよね。やっぱ隕石1個衝突しただけでさ、その塵が大気圏に舞っていつも曇りみたいになって、太陽光を防いでずっと寒冷化、ね、氷河期になってしまう、そして滅びてしまう。いや、これが全部1万2000年前に共通してるんですよ。さらに隕石の衝突が地球へともたらしたのは気象の変動だけではなかったと。地球の自転軸をも傾けてしまったんではないかという説。おお、ポールシフトですか。ポールシフトほどじゃないんですけども、その隕石が衝突でちょっと変わってしまう。実際に1958年にハーバード大学教授のチャールズ・ハプグッド氏はですね、著書の中で地球上で片側か両側の極に氷が集中しすぎることで地球の回転バランスが崩れてしまい、核を覆う地殻が滑ってしまうと発表。ちゃんと影響は出るんです。で、古代の地球でポールシフトが起きた可能性を示唆しているそうですということですね。あ、結局起きたんですね、ポールシフト。だこれがポールシフトと呼べるかどうかです。ポールシフトは勝手に変わる現象なんで。なるほど、氷が原因かもしらんと。そう、まさにベリーグッドな説ですね。言いたかったんだろうな、さっきの人見て。
つまり隕石の衝突によってもたらされた地殻変動によって訪れた氷河期によって地球の自転軸までも傾いてしまったのかもしれません、はいはいはい、ではかつての高度な文明で暮らしていた人々はどこへ行ってしまったんでしょうか。どういったん。実は人類は完全には絶滅せずに避難していたのかもしれません。はぁ、古代文明の終末遺跡。実は地球規模の気象変動が起こった時、生きながらえた人々は地下へ地下へと逃れました。その場所こそトルコの巨大地下都市カッパドキア遺跡です。繋がってきた。そう、カッパドキア遺跡はですね、1万2000年前に起きた文明の滅亡から逃れた人々がたどり着き建造したものかもしれません。なるほど、はい、実際にカッパドキア遺跡とはアリノス城で10万人ほどがですね、地下で生活できるほどの巨大な空間があるんですね。はい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 。で、中にはちゃんと住居や宗教施設、トイレや墓地、そして汚水処理用の溝など、うん、人々の生活の痕跡が数多く残っているんですね。すごい。だ、古代の巨大地下マンションとして知られている。なるほど。はい。そしてカッパドキア遺跡ではほとんどが地下にあることから、うんうん、地上の環境変化や災害から身を守れるような作りになっているというふうに言われています。すごいぞ、はい、またなんと地球の地下には超長距離の人工的な地下トンネルが存在していたのかもしれません。ほいほい。実際に南極から南アメリカに向かって謎の不自然な線が伸びているのが Google Earth で確認することができます。おお、確かにありますよね。ありますね。で、この謎の直線に対してイギリスの情報誌デイリースターによれば、これは海底に存在している古代の海底トンネルなのではないかというふうに言われてる。へえ。これ古代の人が作ったりしたら相当よな。ないね。もうワンピースでいうところのなんかテキーラウルフ作ってるのと同じぐらいの絶望的な距離よこれは。で、そして地上で気象変動が起こっており、地上での生活が難しくなっていた場合、古代の人々が地下トンネルを使用することで地上に出ることなく移動することができるよう古代の人々が建設したのかもしれません。すごいな。まあ、つまり古代地球に落下した隕石によって生きながらえた人々は氷河期を乗り越えるために地下で生活できるように環境を整え生き延びたのではないかというふうに言われている。たくましいね。たくましいね。そして1万2000年前の地球では僕たちがよく知るあの国が頭角を現し現代の人類文明を築き上げたのかもしれません。どこやろ。隠された真実の歴史。実は数々の文明が終焉を迎えた1万2000年前の世界では、滅亡した文明とは逆に急激に栄えた文明が存在したというふうに言われております。はい。それこそがここ、日本の縄文文明。縄文。まず皆さんは僕たちが住んでいる日本列島がいつ頃できたのかをご存知でしょうか。ああ、だいたい3億5000年前ですね。およそ1万年前なんです。それまでは氷河期によって大陸と陸続きになっていたというふうに言われていますまた今まで日本で行われている稲作農業はおよそ2000年近く前に大陸からやってきた渡来人によって伝来したというふうに習いましたし思ってきましたけども、ナイストライ。実はその定説は間違っていたかもしれません。なんと日本考古学協会発行の研究雑誌に鹿児島県で1万2000年前の農耕の痕跡が発見されています。また1万2000。そう、設定よりも1万年も前にですね、ちゃんとも作ってましたよ、農耕文化ありましたよと。奇妙なミッシングリンクが。はい。さらに九州大学の報告書にも、稲作は今まで渡来人から伝来したと思われていたが、日本の稲作はそれよりもはるかに年代を遡ることになると言及している記述があります。結構ちゃんとした研究者なんですね。そうですね。つまり気象変動によって高度文明が滅びた後、うん、生き延びた人々がたどり着いた土地の一つがここ日本ユーテナと、はい、そこから現代人類の新しい文明は各地に広がっていったのかもしれません。業を背負ってますね。前に栄えた文明の人々は1万2000年前の何もなくなってしまった世界から次の文明を生きる僕たちとバトンを渡してくれたのかもしれません。素敵やん。以上です。なるほど。いや、面白かったですね。1万2000でこんなに共通することある？不自然な一致ですね。これ俺確定ちゃうかな思うんすよ。でも確定ですわね。おう、というわけで本日の鳥肌スコアは6000。え、いやいや、やっぱアクエリオンによると6000年も大事ですから。ちょっと歌ってもらっていいですかね。6000年過ぎた頃から、6000年かな、6000年6000年過ぎた頃から人生を歩んでこうよみたいな。ちょっと忘れちゃったね。本日の鳥肌ポイントはミッシングリンク来たね。バイ。
ライオンはトゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもコアキです。アンバサダーのトエです。皆さんはピラミッドの祖先がどこに存在するかご存知でしょうか？ピラミッドの祖先って何よ？ピラミッドってね、祖先あるって知ってました？だってピラミッドってあのエジプトとかで言うね、そう、ギザのピラミッドとかでしょ。あのピラミッドね、祖先あるんよ。これ祖先って何？つまり原点のピラミッド、一番最初に作られたってこと？そう、このピラミッドはですね、ギザじゃないんですよ。あ、ギザじゃない。一体どこかというと、はい、チベット、え、カイラス山という、これ中にも明らかにピラミッド入ってるでしょこれ。うん、なんかよく聞くよねカイラス山ってね。そう、うん、なんでよく聞くかっていうと、うん、別にピラミッドで有名なんじゃなくて、うん、世界一謎の山って言われてるんですよね、うんうんうん、この世界一謎の山、これ果たしてチベット仏教の中でどういう風な扱いを受けてるかというと、すごいなんか信仰で深い山なんでしょ。なんかそう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 、信仰深いってなかなか参加権する人おらへんけどねそう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 、ピラミッドのパワーちょっと混ざってますからねそれはチベット仏教では尊い雪山と、で人類未踏の地ということが言われてるんですよね。もうなんで未踏やねんと、そこに山があったら登るんが登山帰ろうという意見もあると思うんですけども、はい、聖地なんで中国政府が入山を禁止、あちゃーっていうことなんですよ。あちゃーなの。さらにですね、実際に登ってみると不思議な力が働いてるらしくて、何を、頂上まで行かれへんっていう話が溢れてるんですよ、ね、そんなことないでしょ、写真とかでも収められてない？いやないよ。ないの？実際いろんな話があるんで、それちょっと紹介していきますね。ないやろ。そんな不思議な、うん、まあ、山なんですけども、うん、これ何が結局やばいねんっていうと、うん、実際異世界の入り口が隠されてるんじゃないのかとも言われてるよね。絶対それ富士山ね、日本の霊山言われてますけども、その麓に異世界の入り口があるとか UFO の基地があるとかね、言われやすいんですよ。やっぱりありますよ。人類未踏の地カイラス山。ちょっと言い方がムーの編集長に似てきたなカイラス山はですね寄せに行ってるよ中国のチベット高原にありまして、はい、標高は6656メートルから6666メートルって言われてるんですよ。10メートルの誤差ってこと？誤差がちょっとあるかもしれないと、一説では100万年前に作られたって言われてて、うん、さらにですね、冒頭で言ったようにこの山はチベット仏教の聖地であるって言われてるんですけど、はい、もうチベット仏教じゃなくて他の3つの宗教の聖地になってるんですよ。え、それが盆教、ヒンドゥー教、ジャイナ教。盆教って初めて聞いた俺、まあ、あんまそこはね今度またやるわ。はい、しかし聖地にですね足を踏み入れるということは神を踏むっていうことなんですよね。その自体がもう聖地ですから踏んじゃダメじゃないですか、神社でもご神木叩いたらダメじゃないですか、で聖地巡礼の時じゃどうしてんねんと、信者たちはと、山の麓を一周回るっていうめちゃくちゃ大変やなっていう。でもねこれね、こんなに大変なことをしたらすごいいいことあるんですよ。何？これまでの罪帳消し。そのガンジス川に入ったら消えるみたいなのもありますけども、同じことですか、ね、いやもうそれ結構今いいこと言ったわけなんですけども、巡礼、はいはい、者は生涯で13回もこれを行うんですよね。へー、まあ、13って非常にパワーがある数字って言われていますから、まあ、フリーメイソンとかもね気に入ってる数字ですから。気に入ってるっていう言い方ちょっと、はい、間違ってるでしょ。結構13回でも意味があるわけなんですよ、まあ、だから小雪さんが、まあ、いろんなメンヘラを製造した罪も、この生き霊とかねいっぱいついてるんやけども、この罪はここ回ったら大丈夫やから。そこまでせな俺生き霊なんとかできるですね。そんなカイラスタで実際に行った人の不思議体験もたくさんあるわけなんですけども、例えばやっぱりね1926年登山家のヒューラトライツさんという方がいらっしゃったんですけども、この方はですね北側からの登頂を計画したんですよね、はいはい、しかしなぜか全く登頂ができないと登頂を断念する結果になったんですよ。で1936年に他の登山家がカイラスタの頂上を目指すんやけど、チーム全員が体調不良になって帰ったりだとか、で普通体調不良になって高山病とかになって、まあ、やっぱり下の方行っても病院とか、まあ、行かないやばいじゃないですか、でもね違うんよ、下山したらみんな元気もりもりになるんよ。あー、いる時がやばいってこと？そう、他にもやばい話があって、カイラスさんの付近ってなんでこんないろんな現象が起きるかっていうと、時間の流れが現世と違うんですよね。どういうことかというと、そんなに田舎行って牛乗って時間ゆっくり流れてるなとかそういうレベルじゃないんですよ。なんで牛乗るん？まあ牛乗ったから沖縄行った時でですね、どういうことかというと、ある登山家がカイラス山に12時間ほど滞在したんですね。はいはいはい。そしたら爪とか髪の毛が2週間分伸びたそうで、はあ、時間が早く進んでるってこと？そう、他にもこの空間は異常であると言われていて、まあ、上に向かって進んでいるつもりが気がつけば下に下ってると。え？でですね、6000メートル級と非常に高い山なんですけども、まあ、世界最高峰の山を言ったらね、あのエベレストですから、あれは 8000m 超えておりますから、その登頂成功記録があるのにこの山は登られへんということで、やっぱおかしいなってこと思うんですよ。ただですね、やっぱり長い歴史があるんで、ほんまに誰も行ってへんのかって言ったら、実は行ってる人いるんですよね。誰？それがですね、チベットで有名な聖者ミラレパっていう人なんですよ。巡礼者の中では完全に罪のない人たちが登ることができるということなんで。ああ、なるほど。
ったらもうやっぱり現世に生きてる限り人は罪を犯してしまうんですよね、うん、だからもう悟空しか行かれへんやん、金太郎乗れる人しか無理やん、そうやろ、そういうことそういうこと、うんうん、信号無視とかしたことある人無理、無理やわ、傘パクったことある人無理、そうないわ、でですねちょっと麓回ってこようかなミラレパは仏教の最高位であるブッダの境地まで登り詰めたと、うん、ブッダと暮らせたら登れるんよね、うんうんうん、世界の中心のピラミッド、うんまあ、そんなカイラス山ですが実は人工的に作られたピラミッドなのではないかってことが言われておりまして、まあ、1999年にカイラス山の秘密を探るためチベットへの探求に結婚したロシアの医師であるエルンスト・ムルダシェフさんがいらっしゃったんですけども、はいはい、この方はですねカイラス山は古代の人工ピラミッドの中で最大のものである可能性があるということを言ってるんですよね。人工ピラミッド、そう、まあ、ピラミッドって全部人工なんやけどね、自然の山やと思ったこれ、いやこれ人工ピラミッドなんですよ、そういう話やから原点のピラミッドやからでムルダシェフ氏は、うん、チベットにこそ人類の歴史に隠された何かがあるということを考えてるんですよ、うん、で地質学物理学歴史学の専門家などいろんな、ね、最強の専門家を集めて構成されたチームでカイラス山に向かうんですよ。そしたらですね、うん、すごいことが分かったんよ。なんすか。なんと合計100個ほどの小さなピラミッドが見つかったんですね。はでカイラス山はそのピラミッド群の中心でありギザのピラミッドとメキシコにあるティオティワカンとつながるんですよね、うん、で実は古代インドの叙事詩によるラーマヤナのこの記述によれば、うん、聖なる山をピラミッドとする記述が、まあ、あるそうで、うん、さらにはカイラス山らしき存在についても書かれており世界の中心やとそういうこと言われてるんです、うんうん、驚きですね。で実際に調査チームによると、まあ、山のふもつと真ん中には巨大な空洞があるということが言われておりまして、うん、人工的にこの場所に作られたっていう説は結構あり得るんですよ。へえ、そうなんだ。他にもこのカイラス山の場所ではですね近くにヒマラヤ山脈の独立した山で明らかにここに山あるおかしくねと、うん、でこのカイラス山の真裏地球上で見たらね何があると思います？何があるの？イースター島なんよ。そうなの？なんか意味感じるでしょ、うんうん、でさらにストーンヘンジとこのエジプトのピラミッドはカイラス山からちょうど6666キロ離れてるんですよ。高いな。でさらにエジプトのピラミッドから北極点も6666キロ、でさらにストーンヘンジからアメリカのデビルズタワーも6666キロ、でストーンヘンジからバミュダトライアングルも6666キロということで地球上にある古代遺跡がですね、うん、繋がってるんですよ。6666、そう、これレイラインの最強版ワールドグリッドって言われてるんですよ。へえ、そうなんだ。でですね、その中心がカイラス山やとこと言われてるんですよ、うん、ちなみにギザにあるスフィンクスもなんですけど、うん、カイラス山の方向いてるらしいんだね。うん、なんか我々日本向いてるとかさ、日本にも向いてる、うん、カイラス山の方にも向いてる、うん、ケンタッキーにも向いてる。スフィンクスどういう気持ちだよ今な。ムーちゃうさすがにム、うん、同じ方向見続けて、うん、後ろ何あるったっけみたいなもう一匹どこ行ったやろみたいな、うん、あいつとか消えたなみたいなでですね、うん、謎の湖という話がありましてですね、はい、カイラス山はですね山だけじゃないんですよ。飛んでもらえるのは山のふもとに謎多き湖があるんですね。しかも2つも、それがですね標高4650メートルにあるマナサロワール湖とラークシャスースタール湖、うん、ラークシャスタール湖なわけなんですけど、こういう感じでね、へえ不思議なわけなんですけども、どこが不思議でした今。いやいや、やばいんよ。なんでさらにですね、チベットの人たちはこの湖を光と闇に見立てるんですよね。何笑ってんすかこの2つの湖全く違う性質持ってるんですよ。えもうこれ不思議やろ、うん、パワーありそう。なんでこのマノサールワー湖っていうのは魚の豊かな淡水湖で、淡水湖別名生きた水の泉って言われるわけなんですよね、うんうん、まあ悪天候の日でも湖面は穏やか、うんうん、さらにですね、うん、ここの水すごいんよ。何が？若返り効果とか、うん、ヒーリングの効果があるらしいんですよね。僕はピーリングやってますけどね。でさらにですね、一生の無数の罪を洗い流すことができるんですよ。めっちゃ都合いいやん。だからここ、うん、俺行こうかな。行ってきた方がいいんじゃん、それだったら。でさらに一説ではガンジーの遺灰はここに巻かれたらしい。それはすごそう。ヒンドゥー教徒はこの湖を巡礼地の一つとして神聖化し、訪れると必ず沐浴するんですよ、うんうん、さらに仏教ではブッダはこの湖で生まれたって言われてるんですよね。すごいやん。じゃあもう一個、闇の湖、うん、これですね、ラークシャスタール湖なんですけども、うんうんうん、こっちね、悪魔の湖って言われてる。まあそうだろうね。デビル湖、うん、どういうことだなんでデビルだけ英語やったの。常に湖面は波立ってるんよね、うん、ほとんど同じところあるんよね、うん、でもこっちは波立ってる、こっちは穏やか、うん、さらに水は塩辛いと、うん、ペロ青酸カリみたいなもんで、いやいやコナン君やん。人間が飲むには危険な水って言われてるんよ、うん、生物の
姿は全く見られないと。なるほど。さらに地元の住民たちはやっぱ近づいたら呪われるっていう。ああ、そのことあんの。誰も触るようにしないと。昔は湖ね一つしかなかったはずなのに、地盤沈下で二つ分かれたんですよ。あ、もともと一個やったんや。さっき言ったよ、やっぱ一個っぽいよねって。でもこれもう二個になってると、でも性質が全く違うと。なんでやねんと。この悪魔の目覚めの方が人工的に作られたんじゃないのかってことも言われてるんよね。でこの山はね、やっぱ不思議なパワーを感じてきたじゃないですか皆さん。あの人が調査行ってるんですよね。どの人？ヒトラー。ええ、ヒトラーで笑うもおかしい。めちゃくちゃいろんなとこ行ってはる。そうやね、南極にも北極にも行くからね、でですね、このヒトラーは超古代文明の失われた英知を結構熱心に探求するね。多分都市伝説好きやったんやろね。古代の英知を手に入れて世界征服を企んでたんじゃないのかと言われるわけなんですけど、その英知の正体結構言われてるやつがあるんよ。万能の力、無限のエネルギー、通称ブリルパワー。ブリルパワー、はい、火力とかじゃないですよ、それグリルのパワーやろっていう話なんですけども、このなんとブリルパワーはですね、約1万2000年前に突如滅んだとされる、あの超古代文明アトランティスで使用されていたんです。なんでわかんねん。いや、わかるよ。なんでわかるんよ。アトランティス言うたら超能力とかね、宇宙を飛び回るほどの、まあ、技術があった言われてますから、そんなパワーの源泉はブリルパワーなんですよ。このブリルパワーはブリル、来るべき種族という1871年にイギリス人作家が書いた SF 小説に登場するんやけど、物語の設定なんや。じゃあ嘘やん、フィクションやんって思うと思うんやけど、嘘つかれた。違うんよ。何？この作者、バラ十字団の幹部らしいんよね。いやいや、もうどんだけ今日都市伝説詰め込んでくの。アベンジャーズみたいな、じゃいろんな要素詰め込んでくるやん。なんかピラミッドとかヒトラーとかバラ十字団。面白いなってきたやろ。本当の事実を伝えるために、この小説残されたんじゃないのかと。でヒトラーもこのメッセージを受け取った一人で、ブリルパワーを手に入れるためにカイラスさんに向かったと。ヒトラーほどの情報あったらね、いろんなものを手に入るから、信憑されるやつしかいかへんから。次 UFO とか言い出しそうやろ、ほんま。一番最初の UFO をした区域にはブリルという名前が実際付けられてるんですよね。ヒトラーが作った UFO の試作機。どんだけ放り込んでくるの。ほら、ブリル、うわすげえ、ブリルって書いてるやん。実際にヒトラーがチベットに訪れていたことは、ヒトラー敗退後にナチスドイツの地下施設でチベットの僧侶が発見されたことから確実なんですよね。ほんまけ。はい。さらにカイラスさんに不思議な力があるというのはですね、なんと国連の特別報告書にも掲載されているんです。あの国連ですよ。国連言うたらね、ロックフェラーが土地提供してる場所ですからね。その一部を抜粋すると、そこには隠された神秘的な未知の禁じられた世界が存在すると。とで、私たちの理解を超えた技術と生命体が住んでる別の次元で、私たちからは知識が隠されていると、やばと。真実が明らかになる日は来るのでしょうかと、人類がこの知識を理解した時、この奇妙な土地から得た知識を使うために、人類の利益のために、私たちは彼らの世界の入り口を見つけるでしょうと書かれてる。何やそれ。こうした証言から、カイラスさんには超古代文明の英知、ブリルパワーの影響で不思議な現象が起きてしまっても、何も不思議じゃないんですよ。行ってみたい。行きましょう。まあ入られへんねんけど。無理なんかな。でもちょっと行ってみたいな。俺めっちゃすごそうやな。行きたい。超古代文明につながる入り口、国連言うとってん。明らかになんか入り口みたいなのあるでと。これどういう文明のこと言うてるかと。何？シャンバラへの道なんやな。出た。ロードトゥシャンバラ。まあ、でもシャンバラってチベットにあるわけです。そう、地下都市って言われてますから、表面から見えてなくても分かるもんね。そうなんよ、チベットの地底にあるから、巨大王国なわけなんですけども、このシャンバラというのは、古代インドから伝承がある伝説の理想郷なんですよね。伝説によると、シャンバラは豊かな自然に囲まれておって、96個の王国と多くの町に成り立ってると。住民はみんな秩序を守り、穏やかな生活を送ってるよね。シャンバラにたどり着くには、パスポートじゃいかれへんのよ、カルマを乗り越えないといけないよね、だからね、一人分の場所はもう一つ入るの厳しいから。それは違うカルマ。あ、そうです、長い修行を経て、徳を積むことが必要であるってことが言われてるんですよね、よく迷信やっていう人もおるんやけども、シャンバラは実在する。誰だよっていうね、話もありますから。何ヒゲだよ。え、ドイツ人の冒険家テオドール・イリオンですけど、どう考えても白ヒゲのノリで言うたやろ。ヒゲは生えてないね。だろうね。ちなみにですね、この人結構やんちゃで、チベットの修行僧を装って、当時白人禁制されてたチベットに潜入してたよね。やんちゃ。やんちゃ。その時3年間もチベットを探検して、その時の体験を自身の著書、チベット永遠の書って書いたわけなんですけども、よくバレへんかったな。そこにはチベットから地下都市にたどり着いた。って書いてるんだよ。そんな伝説の王国シャンバラの入り口について、なんと仏教の創始者であるお釈迦様が、シャンバラは雪と氷に閉ざされた土地にあると、最初の話思い出してください、カイラスさん、尊い雪山って言われてるんですよね、はい、雪と氷に閉ざされた土地にシャンバラがある。
カイラスさんに入り口があったんですね。さらにカイラスさんをピラミッドという説を発表した、うん、このムールダシェフさんおって、うん、カイラスさんの麓で数ヶ月過ごした際に、うん、夜の静寂の中でですね、うん、なんと山の中から変な声が聞こえたらしいんですよ。でさらに石がゴロ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 って落ちる音も聞こえたんですよね。もう山やったら聞こえるやろな。だから山には絶対なんか生命体おると。で国連の特別報告書にもカイラスさんには理解を超えた技術生命体がいると書かれてるから、うん、シャンバラって実在するんよね。カイラスさんがなんで未だに入山禁止かと、うん、それはシャンバラという地下帝国を隠してるからなんですよ。なんで隠すやろうな。それはもうピラミッドの作る技術とか、うん、その全部バレるから隠したからまだ。あ、そう。時期じゃない。いつなんすか時期は。2000年後。適当に。進撃の巨人かな思った今。それでは本日の鳥肌スコアは6136。おう。カイラスさんということでね、はあ、それだったら6656って言っときよな。それでは本日の鳥肌ポイントはさすがにね、標高がねなんか10メートルぐらい誤差あるのはね、無理やり66666にしたかった感じありますよね。カイラスさん標高6656メートルから今5つ言ったんやけど、まあ、ロト6やから。それではまた増えたやん。 See you。 あなたは信じる。アンバサダーの問いです。皆さんはエジプトのピラミッド、あれは何のために建てられたかというのをご存知でしょうか。ミイラとかやっぱ発見されてるから王たちのお墓なんじゃないのかっていうのが通説なんですけど、実はあれ墓じゃないんです。墓というとオーストラリアとかの方で踊ってるダンスやったらニュージーランドとかの踊ってるダンスでもないわけなんですけども、あれは一体何なのかと、そのヒントがこちらにあります。こちら皆さんこれ知ってますでしょうか。これは超巨大なパソコンではなくてですね、スバールバル世界種子貯蔵庫というものなんですよ。ノルウェー領スバーバル諸島にある施設なわけなんですけど、ここ何が行われてる施設かと、何だと思います。これ野球場じゃないんですね。これはですね、世界各地の種子が100万種以上も保管されている場所なわけなんですよ。ここがですね、作られた目的としては、今後予想される大規模かつ深刻な気候変動や自然災害、そしてですね、農業作物の絶滅を防ぐためにわざわざ作ってるんですよ。誰が作ってるか、誰ですか？ドナルドじゃないんですよね。あの、ビル・ゲイツ。そしてですね、ロックフェラー財団が主導となってるんですよ。ロックフェラーというと世界を牛耳ってるかもしれないと言われる一族ですから、2006年に作られたわけなんですけど、このような説はですね、何もこのスバルバルだけではなく、アメリカや中国、インドやロシアなど人口の多い国を中心に世界中になんと1750箇所も存在するんです。この遺伝資源の数はなんとも740万点にも上るということが言われてしまっていると。あらゆる危機にも耐えうるように設計された終末の日に備える北極種子貯蔵庫とも呼ばれているこのスバールバル世界種子貯蔵庫なわけなんですけども、この世界の種子を貯蔵しているというのがピラミッドと共通するのかもしれない。とんでもないことが分かってしまいました。ピラミッド建設の真の目。皆さん、エジプトにおけるキリスト教のコプト教というものはご存知でしょうか。I don't know。 知らないですよ。古代エジプト人の直系の子孫だとも言われまして、全世界で1000万人から2000万人ほどがコプト教を信仰しているとも言われる。そんなコプト教に伝わる伝説にこういうものがあるんですよ。スーリット王、あんま聞いたことがない魔王なわけなんですけど、その人物が見た夢に関する伝承がえらい伝わっとるんですよね。まあ、どういうものかと、昔々王の座についたスーリットはある晩夢を見たと。その夢では星や天がその進路を変え、地球がひっくり返っていたと。なんということやと。心配になったスーリット王は当時の天文学者や司祭たちに星の高さなどを調べるように命じ、彼らが様々な星の計測などを行ったところ、300年以内にとてつもない大洪水が起こる。その大洪水はナイル川の氾濫から始まり、エジプト全体水没させ、やがて見渡す限り海のようになるだろう。どういうことかというと、もしかしたら世界中にカニが溢れてしまうかもしれないと。嬉しいような悲しいような、だからね、砂悪く騒がれとか生まれたんです。そういう風な、まあ、予言を受けました。金の話をするんですよ。予言を聞いたスーリット王は大洪水によるエジプトが水没してしまって、
またこの王国を復活させられるようにとピラミッドに建設に取り掛かったと。ピラミッドは王国の復活のためにあったわけなんですよ。じゃあその時に建てられたピラミッドがあの有名なギザの大ピラミッドなのではないかってことが言われているんですよね。ギザの大ピラミッドといえば古代エジプト第四王朝の王であるクフ王が建てたとされてるわけなんですけど、このクフ王と伝説に登場したスーリと同一人物なんちゃうんかってことが言われてるわけなんです。さらに伝説ではピラミッド建設の際王国の復活に必要なものとしてとんでもないものがあったよね。それが先代の王たちのミイラ、それも入れとかないといけない。だから、墓って言われるようになったんよね。一度滅んでしまった王国を復活させるためには神々の力はもう絶対にいると。この神々とつながることができた先代の王たちも一緒に復活させなあかんと。江戸転生のために死体がいるのと同じ理屈です。復活には死体がいるんですよ、ミイラにしとかなあかんと。実際にはまだこのギザの大ピラミッドからこのようにミイラを見つかったという報告は一応ないんですよ。ただこれ長年コプト教の研究を続けるスコットランド人の工学者スコット・クライトン氏によるとですね、先日186年ぶりにピラミッドの内部、そこで新たな空間が見つかると。ハリーポッターかよと。秘密の部屋ちゃうねんと。まだ見つかってしまったんですよ。この世界的大ニュースになるきっかけを作った宇宙から降り注ぐミュオンと呼ばれる素粒子を計測し中を透視する調査方法を用いまして2017年19年と2度にわたって調査され、その存在が確証されたこちら謎の巨大空間について言及してるんですよ。恐ろしいね。この巨大な空間こそコプト教で語り継がれているスーリトを残した先代の王たちのミイラが隠されているに違いないと。最近見つかったかもしれないけど、やっぱり王とミイラすごい大事なものなんで簡単に墓荒らしとかで見つかっちゃいけないんですよ。なんで秘密の部屋に隠してると。この謎の巨大な空間にはそれにつながる通路なのか確認されてないと。まだ謎に包まれてるため様々な憶測は呼んどるわけなんですけども、もし今後本当にこの空間から先代たちのミイラが発見されれば、このピラミッドこそが大洪水に備えて作られた王国復活のシステムである可能性が真実味を増してくるんですよ。天変地異を物語るもの。結局ピラミッドは何のために作られたか分かってないっていうのがね、定説なわけなんですけど、建設がですね容易じゃなかったことはすごい簡単に分かるやん。一説にはね、笛を吹いてなんか石を浮かしてポンって乗せたんちゃうんかってことが言われとるわけなんですけども、そんなことあるんかいってやっぱ思うわけで、実際そんな一大プロジェクトであったであろうピラミッドの建設を推し進めるきっかけとなった出来事があって、それがスーリットが夢の中で見た天体の不規則な動きによるこの天変地異、これがほんまに起きる可能性があったからじゃないのかと。その証拠につながるものがですね、古代エジプトの建築家セン・ムートの墓の天井に記されてるんですよ。こちらをご覧ください。すごっ、書かれてるなこれね。確かに星の動きとかも、あーなるほどな。これは当時の天体の様子が描かれたものなんですけど、その中に極めてみんな見たらわかるよね、これ不可解な点があるんですよね。上半分はこの南側の空で、下半分は北側の空を合わせるんですけど、オリオン座がですね東側のシリウスが西側に来るように描かれてると。現在のエジプトにギザが位置する夜空と比べてみると、シリウスはオリオン座よりも東側に位置してるんですよね。つまりオリオンビールは美味しいっていうことなんですよ。この壁画の星たちは現在の星の位置とは真反対に描かれてると。このことから、当時エジプトの位置は今ある場所と全く違った可能性があるんじゃないかと。天変地異はあったんよ、お前、大地がひっくり返る出来事が。さらにこの説を裏付けるようにいろんな記述もありまして、例えばローマの地理学者のポンポニウスメラね、天体の進路はその方向を変え太陽は今日昇ってくる方角の空へ沈んだと。天才若王みたいなことを言うとるわけなんですよ。西から昇ったお日様が東に沈むと。実際エジプトに西の太陽を意味するハラーテという言葉があるんですけど、ヒブルの中でハラーテは西から昇ると、天才バカボンみたいなことを言っとるんですよね。エジプトのスフィンクス像には雨による浸食の痕跡が見られるわけなんですけども、もしも当時のエジプトが今と違う位置にあったとするなら、実はこの気候も現在と全く異なる可能性も全然あり得ると。つまり雨による浸食もおかしくないんですよね。つまり皆さん気づいてきました、今日はもうエジプト大移動説みたいな話してます。でですね、スーリットが見た悪夢がマサ夢となったかどうかわかんないんですけど、見つかってるんよね。世界には大規模な洪水の跡が、先史時代に起きた大洪水との関係。皆さんは北アフリカにあるサハラ砂漠を上から見たことはありますでしょうか。私は
あります。 Google マップで見たんですけど、まあ、実はあの広大なサハラ砂漠で水による浸食の跡が確認できるわけなんですよ。こちらご覧ください。これは水 Google Earth で確認できます。実は宇宙からも確認できるほどの広範囲で、この模様こそが水による浸食の跡やって言われてるんですよ、まあ、夢のない小池さんみたいな人をね、どうせ風やろとか今年やでとか言うんですけど、宇宙から見られると今年じゃないです。世界でこの最も風の強い場所と知られてる場所やったら、じゃあえぐれてんのかっていう話なんやけど、えぐれてないんすよ。だからサハラ砂漠はもう絶対水で浸食されてるんですよね。実際に大学の地形学の授業で使う資料に、岩盤やこの岩石に水の浸食がどのように現れるのかっていう確認できる写真があるんですけど、見て、サハラ砂漠の浸食の仕方と国自クリソツ一緒。さらに南オーストラリア上から見た画像見てほしいんやけど、白い部分が海抜マイナス15メートルのエア湖と呼ばれる塩湖なわけなんですけども、見てください。その北側にですね、先ほど見せてもらったサハラ砂漠で見られるものと同じような模様もできてると。見事に塩湖採用されてそうな場所ですよね。もしくはエア系が削ってくれたんかもしれないですけど、さらにですね、海洋地理学者のパトリック・ナン、毎日ナンを食べられてる方なんですけど、と言語学者のニコラス・リード氏によれば、オーストラリア全土で先住民たちの伝承として伝わる海面が120メートル上昇したという現象は、実際に1万8000年前から7000年前まで起こっていた可能性が非常に高いと。塩湖も多く見られることから、オーストラリア先史時代に何らかの大災害が起きた可能性はやっぱあるんですよね。で、同じようにサハラ砂漠は古くから現代に至るまで塩の採掘場として有名なんですよ。サハラの塩っていう CM は皆さんも聞いたことあると思うんですけど、博多、あの博多って福岡と全く関係ないで皆さんご存知でしたか？僕はびっくりしました。というわけで、このサハラ砂漠も塩の採掘場として有名であることから、海の水で満たされてるんじゃないのかってことが言われるようになったんですよ。で、もしそんな大災害が起きていたとすれば、同じく北アフリカに位置するこのエジプトに何の被害もなかったと思いますか？そんなわけないんですよ。実際エジプト、ピラミッドも海に沈んでたんじゃないのかみたいな説もあるんですよね。実際にこのエジプトでもギザのピラミッド周辺でシルトと呼ばれる沈殿の体積や古代の貝殻が見られるそうで、この貝殻は年代測定の結果1万2000年前のものと判明してると。アクエリオンですよ。その頃にですね、このエジプト一帯も海に沈んでいたんじゃないのかっていう風に言われるようになったんですよね。このように世界各地で確認されている大洪水にあて伝承などを考えると、実際に先史時代に何らかの原因で世界規模の大洪水が起きまして、もしかするとピラミッドはエジプトの王国がその大洪水と滅んでしまわないように建てたんじゃないのかと。じゃあそんな世界を飲み込むようなオーストラリアとかエジプトからめちゃくちゃ離れてますよ。そんな大洪水なんで起きてんと。これはですね、実は我々の生活に関係してるかもしれません。だからビル・ゲイツ、ロックフェラーはスバールバル世界種子貯蔵庫を作ったんですよ。じゃあズバリその原因はポールシフト、まあ、この間ですね、大谷選手がホームランを打ちまして、大谷シフト引かなあかんわと思ってたんですけど、まあ、あんなにキレキレの球打たれたらもうシフト引いてもどうしようもないでと思うわけなんですけど、このポールシフトもどうしようもあらへんんですよ。直訳すると時期の逆転っていうわけなんです。話は全く逆転できませんでしたが、まあ、惑星などの天体の自転に伴っていた地球の北と南の磁極が何らかの原因で入れ替わって、私たち入れ替わってる現象が起きちゃうんですよ。実はこのポールシフトが1万2000年前に起きたことで、地球全体に恐竜の絶滅以来のとてつもないインパクトを与えたんじゃないのかと。こちら見てほしいんですけど、これですね、1513年にオスマン帝国の海軍軍人ピーリー・レイスがですね、古代ギリシャのアレクサンドロス大王の時代から伝わる資料をもとに描かれてる南極大陸の地図なんやけど、この時代に南極大陸を描いてることがまずやばいからね。アメリカの大学教授だったチャールズ・ハプグッドによれば、これは南極大陸にあるドロンリング・モードランドと呼ばれる地域の図で、この地図に現在のような氷が描かれていないのは1万1600年前15度のポールシフトが起きたためと自身の著書で述べとるんよ。ハプグッドはですね、片方または両方の極に氷が集まりすぎると地球の回転バランスが不安定になると、まあ、当たり前ですよね、そのどっちかに偏ってたら。で、地球の外側にある地殻が滑ることで大地に変動が起こるとも言うて、アインシュタインもハプグッドと手紙の通しやり取りしてたらしくて、ハプグッドの集めたこの地質学や古生物学に基づく数多くの証拠から彼のポールシフト論を認めざるを得なかったっていう話があるんよ。だからポールシフトは起きるんよね。で、先ほど登場した長年コプト教を研究しているスコット・クライトンによれば、中東、グリーンランド、アメリカの先住民、そして中国らの世界中のあらゆる場所で太陽は西から昇り東へ沈んだという伝承もあると。天才バカボンだけではありません。今後こういったポールシフトによる異常気象と伝説や神話として語り継がれる大洪水が関係してるよっていう文献が出てきてもおかしくないんですよね。科学的に証明される日も近いかもしれない。じゃあ現実世界はどうなってしまうのか。
現代に迫りくる大災害。このピラミッドは未曾有の大災害に備える、まあ、復活システムっていうことはもうみんな分かったと思うんだけど、このポールシフトって次いつ起きんねんと。過去2000万年の間で20万年から30万年に一度のサイクルで起きてると。一番最後に発生してね、最近は80万年前や言われてるんですよ。つまり80万年間で2度3度とこの時期が入れ替わってるっていう逆転が起きてもおかしくないんですよ。つまりポールシフトの予兆は確認されておりまして、コンパスが指す北の位置となる北時極が20世紀後半からその移動速度を早めており、もともとはカナダの北部にあった今ではロシア側の東半球にまで、まあ、来てると。こうやって移動してるんですね。もしかするとあの伝説の数立島が起きた予言大洪水がまた来るんちゃうんかと。ビル・ゲイツとか、まあ、ロックフェラー、世界を牛耳ってるなんて噂もありますから、もしかしたらこの先世界がどうなるのか、そういうことを知ってるのかもしれない。じゃあそのため備えておくんですよ。実際ウィキペディアでポールシフトの初稿があったのは2005年のこと。でビル・ゲイツ氏はその翌年の2006年には、まあ、ロックフェラー財団と共に種子貯蔵庫を建設をスタートしてると。世界のありとあらゆる情報がいち早く耳に入ってくれるこのビル・ゲイツとかロックフェラーだったら、こういう異常現象を、まあ、誰よりも早く、まあ、察知して地球に住めなくなるね、まあ、この日のことを、まあ、危惧して少しずつ準備をしているんじゃないのかと。で実はですね、ルナーアーク、月の箱舟と言われる計画が2021年 NASA の協力のもと、アリゾナ大学の研究チームにより発表されてるんですよ。箱舟アークというと、かつてはあのモーセの大洪水の時に、まあ、一対のつがいだけ乗れたよみたいな話なわけじゃないですか。わざわざこのルーナアークってことも言うてまで、まだ NASA がねアリーナスのって始めたんですよ。この計画もまた世界の異常気象や核戦争などによる種の絶滅を防ぐためと言われてるんですけども、これはですね、月の地下にある空洞の中に地球上の生命で最大670万種類もの精子、種子、卵子などのサンプルを保管するという計画で、この建設に必要な技術もたった30年以内にできるやろうとか言われてるんですよ。つまり来るかもしれない。ずっとね、この30年っていうと南海トラフが 70% ぐらい来るみたいなこと言われてますけど、もっととんでもないものが今後30年以内に来るかもしれんと。だからこそ日本政府はこの30年ギリギリ間に合うか間に合わんかぐらいやけども、2050年までに人が脳、体、空間、時間のせいから解き放たれる社会を作るというムーンショット目標を掲げ取るわけなんですよ。つまりですね、体なんていらんかったんやということなんですよね。どうですか、今日は撮影という概念から解き放たれてますけど。なるほど。それで本日の鳥肌スコアは5422。本日の鳥肌ポイントは、See you。 ライオンはトゥルー、あなたは信じる、ちまたに転がる都市伝説紹介チャンネル、どうもこあきです。安田豊です。まずはこちらの画像をご覧ください。これ何だと思う？パワーがありそうな図形ですね。おー、目が高い。やはりなんでパワーがあると？三角形の集合体だからですね。そうなんです、三角形で東亜君もめちゃくちゃパワーありますみたいにやってますけども、はい、何個三角形あんねんってことがたくさんあるでしょう。まあ大体18個ぐらいありますね。大体の概算がすごいな、うんうん、これ六芒星にも見えますし、まああるいは複雑な星なのかなとも思わせるような、はい、なんかちょっとパワーがありそうな意味深な形をしてますよね。実はこの特徴的な形には特別なエネルギーが宿るというふうに言われております。コンペイトやばいや、コンペイトちょっと惜しいんだよな。ああ、うん、この形にどこかしら見覚えのある方はですね、もしかしたら秘められたパワーを隠し持ってるかもしれません。ほう、この形の名前ズバリ答えだけ言いますね。マカバと言います。ああ、マカオ。どう聞こえてマカオになったの？美味しいっすよね。マカオ美味しいって何？マカオで食うね、あの、うん、料理。マカオで食う料理が美味しかったんですよ、うん、ギャンブルやりに行くんか。一体この形の正体とは何なのでしょうか。実はこの正体が分かれば、明日からもあなたは特別なエネルギーが使えるようになってしまうのかもしれません。これ今日最後までぜひ読んでほしい。ちょっとねスピリチュアル的なね話なのって思うかもしれませんけども、はい、これ最後まで見たら人生ちょっと変わるかもしれない。やば。そして都市伝説界で言われてるあることがですね、ちょっと解明できるかもしれないんで、ぜひ最後までお楽しみください。もう当てれるようになりたい。目に見えないエネルギー。実はこのマカバとは円や四角のような単なる図形ではなく、はい、それ自身が力を持っているものなんだそうです。お、平面で見ると三角形の集まりのように見えたと思いますけども、よく見ると立体的な四面体を2つ重ねたような形をしているんです。とびと分かりやすいよね。なるほどね。実はこのマカバは人間の体の周りにある目には見えないエネルギーというふうに言われてるんですよ。よくなんかオーラが見えますとかさ、いろんなことがあるけど、実はこれが取り囲んでるんだよ。
と。そうなんだ、はい、でこの立体の2つの四面体がそれぞれの反対方向に回転しながら人間の周りにエネルギーを作るというふうにされている、はいはい、しかもこのマカバのエネルギーが溢れている人は体が光でできているより輝いて見えるそうです。前ね、とある組織のあの方が言ってたじゃないか、人をオーラが見えるとか、これが正体らしい。じゃあキリストとかももしかしたらマカバをそうまとっていたかもしれないし、だから光って見えたみたいな。そうだからスーパーサイヤ人とかも黄金の戦士になったりとかもするし、確かに確かになんとなく光のオーラを描いていったらみんな黄色でこういう風に描くやんか。おお、なるほどね。マカバの集まり、マカバが作ってるエネルギーらしいんですよ、はいはい、で実はこのマカバという光の形を世界で初めて定義した人がいて、はい、それがドランバロ・メルキゼテクという人です。メルキゼテクね、知ってるんですか？あのスピリチュアル界の重鎮の。そうなんです、スピリチュアル界的にはもうすごい有名な方なんですけども、はいはい、この人は研究のために神や精霊と交流できると言われているシャーマンやアメリカ先住民などと共に生活して多くのことを学んだというふうに言われております。そして彼の書いた本は世界100カ国以上に届けられて、世界中に彼の考え方を支持する人がたくさんいるということなんですね。ではそんなたくさんの人が信じているマーカーバにはどういう意味があるのでしょうか。このマーカーバっていうそれぞれの意味なんですけど、マーが光、カーが精神や魂、バーが肉体を意味するって。そういう感じなんですね。あの幼い、走らない、死なないお箸みたいな。さっと言ってくれる、それね、お箸だったらね。防災訓練の時のキャッチコピーみたいなのもありますけども、死なないやっけと思って死なないは全然、死なないはそりゃそうなの、死なないはそりゃそうなのね死にたくないからやってるんですよね。でこの3つを組み合わせてマカバという光の体になると、宇宙や神のいる高次元の場所に移動できたりもしちゃう、はい、ただみんながみんなその同じようにですね、この力を支えているわけではなくて、現代人はこのマカバのエネルギーがすごい弱まってきてんねんて、はい、このくるくる回る2つの四面体のスピードがゆっくりしている、はい、もしくは止まってしまっていて、エネルギー状態が低いのは今の現代人ですよ。あかんやということらしい。つまりこのマカバの回転スピードが回復すれば、ギュ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 ンって回ったら、現代人の僕たちも驚くようなエネルギー、超能力よね、を使って高次元の世界に飛び出すことができるかもしれないということ。そして昔の人間は実際にこのようなエネルギーを使いこなせていたらしい。そうなんや。そう、そういう話があるんですね。古代エジプトに住むマカバ。そんな古くから。そうです、実は古代エジプトではこのマカバが普通に使われていたというふうに言われています、実際にこのマカバという言葉が初めて見つかったのは紀元前3000年の古代エジプトの文書。その文書で、これで古代エジプトのあったんですね、古代エジプトのものめっちゃちっちゃいやつが集めてきてるマカバ、バッタモンのマカバやめて、四面体二つないやんけそんな。この文章ではマカバはあの世へ行く旅の間に体を取り込んで保護するエネルギーであると説明されています。さらにマカバは神々が異なる領域を移動するために使用していたとも記されています。お俺さ、このマカバってどっかで見たことあるなと思ったら、時空を司る人っているやん か、 なんかアニメとかで、はい、そのなんか杖みたいなの持って杖ポンってついたら移動したりするじゃん。だいたいここになんか丸っこいオーブがついてたり、ついてるついてる。でもっと分かりやすいアニメとちゃんとマカバの形してんのよな、こういう形ね。そう、そういうなんかこういうのに入って、はいはいはい、杖の先端でポンってやったら移動したり、はあ、そうだからそれ移動装置みたいな、一種の増幅エネルギーの装置みたいなのがあったりするらしいですね。なるほど。つまり古代エジプトにおいてマカバは現実世界とは異なる次元の世界を行き来するために必要なエネルギーだったということになるんです。そこから分かる通り、マカバというのは人を別の場所に連れて行くものだと。転移装置みたいなもんね。そう、マカバという言葉は古代エジプトの近くで話されていたヘブライ語だと、戦車や乗り物を意味する言葉にもなる。へえ、すごいね。つまりエジプトの人はですね、マカバをまとった光でできた体という乗り物に乗って、魂のレベルで高次元の神や宇宙と交流をしていたということですよね。マカバにも若葉マークは貼るんですかね。なんでそんな免許習得数年以内の人がつけなきゃいけないみたいな。いやでも最初の方は貼っとかな、不安やから、まあ、確かにちょっとあの運転が未熟な方やったらぶつかったりもしちゃいますから、ね、回転が未熟な方とか、回転が未熟な方も高次元いけてないですよ実際エジプトのですね、人々にとって神とのつながりはとても大切なものだったというふうに言います。そらそうや。それは壁画や死者の書などの本にも、まあ、様々な絵やモチーフが現れていることからも分かりますよね、はいはい、そして当時宗教的なものを司っていた人たちは深い瞑想状態に入った後にマカバを使って、うん、高次元に存在する神や宇宙とつながって得たメッセージを人々に伝えてたんだって、はい、なるほど、なるほどね、はい、そしてこのマカバはエジプトといえばおなじみのピラミッドにも深く創造
そう関係しているそうで、はい、実はマカバという言葉はかつてマーがピラミッド、カーが自分自身、ほうバーが魂を意味してたという説もあるんだって。そんなマカバに意味込めすぎちゃう、ちょっと。でもそれはね、どこでも伝承されてるんですよ、この形というのは。お箸みたいなね。お箸みたいなね、まあ、僕のお菓子でしたね。お菓子、お菓子何、え、押さない、かけない、かけない、喋らない、喋らないやん、知らないのとこ、知らないことは前提やなんでそれ改めて言うやろなと思って皆さん地域で何でしたか。僕お菓子でした、はいはい、お箸でしたか。お寿司やったかもしれない。何やねん、そう、美味しそうなのつまりですね、マカバというエネルギーが自分の体と魂を結びつけるピラミッドのような形のものを意味しているということなんです。なるほどね、まあ、そう言われてみると、出してもらっていいですか。ピラミッドの形がまるでマカバを形成している四面体を並べたようにもちょっと見えてくるんですね、これね。もしかするとピラミッドは古代エジプトの人々が使っていた神や宇宙と交流するためのエネルギーを目に見える形で建てた、まあ、建造物なのかもしれません。なるほどね、そんな感じするわ。そもそも未だにどのようにめちゃくちゃピョクピョクしてますけども、うん、パワーがあるから、まあ、揺れてる揺れている、パワーを感じられます。着信が来たのか、バイブが鳴っているやめてください。あ、はいはい、はい、そもそも未だにどのように作られたのか分かっていないピラミッドですけども、前ね、小焼きスタジオでは音の力を使って石を持ち上げて、あ、そうですね、積み上げていったんじゃないかとか、うん、まあ、言われましたけども、言いましたね。どうやらマカバの力を使って作ったんじゃないかと。なるほどね、はい、神や宇宙にある存在から作り方のヒントを得ていた可能性もあります、はいはい、でここまで紹介してきた通り、マカバというエネルギーに高次元と交流し、高次元に移動するパワーがあったのなら、うん、物を浮かせるようなパワーがあったんじゃないかな。なるほど、だからこそピラミッドの石も浮かせられるんですよね。はい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 、はい、しかもマカバは何千年もの間、古代エジプト以外にも、あの古代マヤ文明や失われたアトランティスなどでも利用され続けたというふうに言われています。謎の多い超古代文明の裏には、当時の人々がマカバというエネルギーを利用していたという秘密が隠されているのかもしれません。なるほど、歴史の中に現れるマカ、実は僕たちがよく知っている歴史上の絵や本の中にその存在が出てきているんですね。例えば四面体を組み合わせたマカバの形は人間の体の構造にも関係しているというふうに言われていまして、分かりやすい例がですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたビトルウィウス的人体図です。言ってよ、それやるなら俺も持ってるよ、これユーロに書かれたやつも、持ってる、この持ってるわけないんだけど、アクセサリーも買ってきたの、イタリアで、うんまたそんなんばっか買ってきてんの、言ってよ、これめちゃくちゃ持ってるのに。持ってるっておかしいやん、俺のマカバよ、俺のマカバって変な感じで聞こえるからやめてくださいねこちらまあ皆さん見たことがあると思うんですけど、うん、そこにもね、このマカバの形が見られるんですよ、ね、待って、俺これ感じた瞬間あんねん最近、ちょっと見てほしい、見てほしい、どういうこと、ちょっと待って、ね、すぐ出す、言っといてほしいよな、ちょっとダヴィンチとかやるとか、うん、ほらこちらほんまや、うん、まあ画像出てると思うんですけども、うん、これ僕はマカバのパワーを感じた時やね。でもそれもまさにそうだと思うわ、うん、他にも宗教関連の文献やモチーフにもマカバはよく出てくるんです。はいはい、まあ、例えばマカバは旧約聖書のエゼキエル書の中にも動く紙の玉座として登場します。へー、はい、これはメルカバーとちょっと、まあ、違う読み方をされることも多いんですけども、うんうん、同一のシンボルを指しているようです。そうなんや、これはまさに高次元にいる神が次元を超えて移動するときにマカバの光をまとっていることを表しているということ。はいはい、うん、そしてユダヤ教などの中にもマカバが登場しておりまして、うん、それはとても神秘的で強力な形であると言われているそうです。へー、実際これユダヤ教やユダヤ民族を象徴するマークである六芒星、はい、ダビデの星って言いますけども、これマカバを正面から見た形に似てませんか。きた、しかもマカバは西洋の文化の中にだけ見られるものじゃないんですよね。ほう、例えば仏教で宇宙の真理を表すとされている絵柄マンダラ、はいはいはい、はいはい、ありますけども、これもマカバとの関わりがあると言われてる。結構マカバっぽいっすね。マカバですよね、うん、実際このようなチベット仏教のマンダラには明らかにマカバの形と同じ2つの三角形を合わせた六芒星が描かれています。はいはい、さらにヒンドゥー教で神々や宇宙のパワーを表しているとされるシュリヤントラと呼ばれる図もマカバとの関わりがあるというふうに言われています。はいはい、でこのようにマカバはですね、もう世界中の多くの宗教の中でも共通するモチーフとして出てきてるわけで、うん、これは偶然の一致ではないんです。なるほど、はい、僕たち地球に住む人類すべてが知っているはずの何かをマカバは伝えてくれているのかもしれません。マカバの利用法、ついに使い方が分かるんですね。はい、古代の人々はマカバを活用していたという話をしてきましたけども、はい、実は現代でも使ってる人たちはいるみたいなんですよ、ね。まずマカバを目覚めさせるためのハ
ウツー本って結構出版されてるの僕調べたんですけど、そうなんや、まあ、それらによりますと、なんと僕たちも正しい瞑想ができるようになれば、マカバのエネルギーをまた使えるようになるということ。あー、でもジョブズとかグーグルもね、瞑想を大事にしてますからね。そう、ちゃんと1日のルーティンの中に瞑想という時間をわざわざ作ってるぐらいですから ね。現在地球上にはマカバをちゃんと使える人が2000人、高いレベルで取得した人が8000人いるということ。全然おらへんや。そうだ、全然いないんだよね。マカバの瞑想やそのための呼吸法を取り入れたヨガなども一部では人気があるようで、正しい瞑想を行うためには正しい呼吸が必要らしいんですよね。あー、やっぱりね、鬼滅の刃も入ってますから。そう、呼吸ってのは重要ですし、まさにジョジョの波紋みたいなことですよね。マカバの呼吸まさにまくってますねちょっとだけマカバができる仕組みを紹介します、うん、ナルトやドラゴンボールなどのアニメファンの方はピンとくるかもしれませんが、まず人の体にはですね、目には見えない気と呼ばれる生命力エネルギーが宿っているそうですね、はいはい、この気はですね、体の中心にある7つのチャクラ、ナルトっぽいね、うん、呼ばれるポイントを通って全身に行き渡ります。で、この気が全身に行き渡ると体がエネルギーに覆われていくそうです。オーラが見える人はこの全身の筒のエネルギーが見えているわけですね、はいはい、さっきも言った通り。そして正しい呼吸法を行うことでこのエネルギーが回転していき、出たね、回転、回転、光る体のようなマカバが生まれると。で、これであなたもマカバが作れるようになるかもしれません、はい、さて、ここまで人類とマカバの強いつながりについてお話ししてきましたけども、そうは言っても普通の人には見えないんじゃないの、僕たちに何の関係があるのって思うかもしれませんよ ね、まあ、ね。ですが、実は僕たちもよく知っているあの物体の正体が実はマカバなのかもしれません。おUFO の秘密。実はたびたび空飛ぶ円盤として目撃されている UFO の正体、活性化したマカバちゃんかってことですね。いえ、実体化したら UFO になるの？先ほども言った通り、マカバのエネルギーが使えるようになると光る体に乗る感じだよね。確かに。乗って宇宙や神などの別次元の存在と交流する、うん、まあ、そこへ移動できるようになると、まあ、つまり移動手段ってことも言いましたよね。じゃあ UFO も移動手段として考えたときに、はい、そうじゃないのかと。で、その際、今の僕たちでは目に見えない世界やパラレルワールドに行くことすらもできてしまう、まあ、空も当然飛べるようになると。しかもこのマカバのエネルギーが高まって活性化されると、そのエネルギーの塊は最大17メートルまで横にこう広がっていくように見えるんだって。まさにこんな感じね。空飛ぶ円盤に見えませんか、これ遠くから見たら。まあ確かに普通に円盤型の UFO がこれに当たる可能性は非常に高いと、はい、もしかすると見える角度によってはいわゆるアダムスキー型に見えるのかもしれませんし、なるほど、はい、ハマキ型の UFO というのもこれに該当するのかもしれません、はい、特にノルウェーのヘスダーレン地方というところでは古くから謎の光がよく見られるそうで、これもね UFO だと言われております。確かに謎の光ですね。これ怖いよね、この見れてね。で、これがマカバなんだと言われたらちょっと納得できる部分もある。マカバすごいっすけどね。マカバすごい。そのためマカバを一人乗り UFO などと表現する人もいるそうです、まあ、そうだとしたら、これまで世界中で多くの寄せられてきた UFO の目撃情報というのはこのようなマカバをまとった宇宙人だったり、マカバの活性化に成功した高次元の存在、まあ、そういうに移動しようとしてた時の地球人そのものなのかもしれない。なるほどね。実際にこれまで残されている数々の UFO 目撃談は、夜なのに異様に光り輝いていたと光に関する証言が多いんですよね、はい、僕たちはついつい人間のような生き物は何かしらの物質的な乗り物に乗らないと空を飛べないと思い込みすぎているんですけども、もしかしたらこれまで形のある宇宙船だと考えられてきた UFO は強い光を放つエネルギーの塊であって、その中心にはマカバのエネルギーを操る高次元の存在がいたのかもしれません。へもしマカバを取得することができるようになれば、僕たち人類も自分自身が UFO になって、まあ、自由自在に次の次元、隣の次元飛び回れる日が来るかもしれません。いかがでしたでしょうか。ぶっ飛んだ話でしたね。ぶっ飛んだ話なんですけど、これね、僕ね、とある知り合いから聞いたんですよ。この人すっごい仕事とかも成功してある人で、嘘つくような人じゃない。で、その人がなんでそんなことができたかって言ったら、マカバに関してはずっと研究し信じてる人だったんですね。もうすごいスピリチュアル的な話に聞こえたんですけど、うん、そっからマカバに関するね、僕ね不思議な出会いがめっちゃくちゃあって、まあ、今日めっちゃ喋ってるのも端折るんですけど、うん、その出来事を全部聞いたら信じざるを得ない状況だと思います。マカバを、マカバを。で、今回ねマカバも僕が調べた限りの情報になるんで、マカバの専門家ね、その方にちょっと紹介してもらえる、まあ、身内の方なんですけど、その人マカバの力をめちゃくちゃ使いこなせてる人なんですよ。そんなバカマン
怒られるかもしれない。怒られるかもしれない、これ。だからね、ちょっとね、スピリチュアル寄りな感じでね、都市伝説というかスピリチュアル寄りに聞こえるかもしれないけど、これでちょっとね、人生が豊かになったりとか、自分の、ね、病気や悩みがちょっとでも改善されたら、まずいいと思うじゃんか。もちろん、もちろん。高次元を目指せるということは、今あるその物質次元からちょっと上に行けるっていうことは、いろんなものが解決したりもするわけですよ。まあ、そうね。その考え方とか、本当にマカバとは何なんだ、その正体とか。はいはい。なんでこんなにすごいものなのに世の中に広まっていないんだと。含めてね、いろんなことをインタビューしようと思ってるから、もし今日が高評価5000を超えたらですね、マカバの専門家にちょっと聞きに行こうと、したいので、ぜひね、僕の知り合いなので、もし見たいところにすぐ高評価、そしてチャンネル登録をね、ぜひお願いします。お願いします。面白いね、マカバ、ね、面白い。というわけで、また次回もお会いしましょう。バイ。よいしょ、火の用心ちゃうよ。 See you. バイ。